はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネルやってきました。本日は200回目の放送ということで、200回スペシャルと銘打って特別な放送を届けていきたいと思います。改めましてこんばんは。鉄チャンピオンシップをはじめとして九州を拠点に遊戯王の活性化活動をしている自称遊戯王の担い手鉄です。どうも鉄です。はい、コメントからね、すでに常日頃から自分を見ている方がいらっしゃるので、はい、今日はですね200回特番ということで、ちょっとおめかししてですね臨んでいきたいと思います。はい、早くもコメントからですね200回おめでとうとありがとうございます。200回の名に恥じない、また今後もですね面白い放送がやっていけるように本日もやっていきたいと思います。はい、コメントありがとうございます。この番組の説明をちょっとさせていただきます。この番組は遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームのラジオです。大会参加開催も経験豊富なパーソナリティが面白おかしくお届けします。聞いても強くはならないかもしれないけど、明日からの遊戯王がもっと楽しくなる、そんな1時間をあなたにという、そんな放送になっております。それでは鉄の他のですね番組パーソナリティ紹介していきたいと思います。ありがとうございます。今日はコメントが嬉しいですね。それではまずはこの人、シェルさん、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。シェルです。はい、本日200回放送よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。テツさん、なんか一言言っとかんでいいですか？いや、テツさん、なんか髪の毛、髪型変わった？はい、昨日散髪はしましたけどね。あ、基本こんな感じではあります。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、自分より気合が入ってるんじゃないでしょうか。三原さん、お願いします。こんばんは。こんばんは。まあ、よろしくお願いします。はい。ついに200回ですね。200回ですよ。はい。もう何年目ですかね、配信始めて。ああ、なるほど。そうきますか。はい。そうですね。この配信が始まった時がですね、2011年か。4年前の4月ぐらいに第1回放送が始まりまして、それから、まあ、4年間ぶっ続けとはいかなかったんですけど、まあほぼ毎週はい、木曜日にこのパソコンの前に座って放送を続けてまいりました。はい、三上さんっていうね、いやー長かったですよ。 ありがとうございますもう、ね、さも今日の放送で終わりじゃないかっていうね、そんな感じになってますけど、終わりませんよ。今日200回のスペシャルということでですね、ちょっと振り返りも含みつつの放送ということでね、初めて見る方はちょっとね、いきなりなんか記念すべき放送で盛り上がってるけどみたいに思うかもしれませんが、まあまあこの茶番にもねお付き合いいただければと思います。さあ、それでは今日の放送もいつも通り、そしていつも以上に盛り上げてまいりましょう。まずはこのコーナーからです。はい、こちらです。本日の遊戯王 OCG カード紹介ということで、このコーナーですか、オープニングの最中にやっているコーナーです。遊戯王公式ツイッターというのがありまして、毎日ですね何かカードを選んで、それが本日の遊戯王 OCG カード紹介という形でツイートされてます。それを番組内でもそのまま引用してパーソナリティに一言いただこうというコーナーで、ここ最近はですね、木曜日に何でしょう、エピソードが多いカードが選ばれてたんですけど、今日の200回放送に何が選ばれたのでしょうかということで出していきます。はい、今日の OCG カードはこちらでした。ブラックバーニングということでね、皆さん何かと見聞きしたことがある、使ったことはないのかもしれませんが、話題になるカードではないでしょうか。まずはシェルさん、いかがでしょう。なんとも言えないです。なんとも言えない、すごいです。はい、この名前がすごいですよね。確かに、はい、名前に押されて、もうなんか、まあでもなんかちょっと今の流行りのカード、なるほど、マジシャンガールに絡むカードでいいんじゃないかなと思います。もともと今20周年と映画推しっていうのがありまして、原作、はい、まあ第なんですよね、第1期というか、その最初の遊戯王のカードが押されている中、このカードが選ばれていることですね。さあ、三河さん、いかがでしょうか。そうですね、今話題のブラックマジシャンガールなんですけども、
A メタルヒーロープリズマーから、まあ、あの、竜騎士ブラックマイシャンガールを見せて、ブラックマイシャンガールの名前をコピーして、このカードを使うと相手を殲滅できるというところでですね、なかなか優秀なカードだったりします。はい。あの、相手の場のモンスター全部破壊できるので、そのままマジシャンガールたちで戦闘をして、相手のライフを奪えば、すごく強い、いい感じの突破口を開いてくれるカードになるんじゃないかなと思いますね。そうですね。この手のカードにありがちな攻撃の制限がないので、すごいっちゃすごいですよね。確かに。はい、ありがとうございます。このカード自体も、そして原作のこのブラックマジシャンガールのデビューもですね、驚きのカードでした。ということで本日の遊戯王 OCG カード紹介でした。それでは各パーソナリティのコーナーに入っていきたいと思います。鉄遊戯王チャンネルでは、そのコーナーに入っていく前にリスナーの皆さん、そしてパーソナリティと一緒にですね、タイトルコールをして移っていきます。皆さんはコメント欄の方から、鉄ラジ、もしくは鉄異業チャンネルなどとですね、一緒にパーソナリティと合わせて叫んでいただければと思います。シャレさん、いけますか？大丈夫です。はい。三河さん、まだ泣いてませんか？大丈夫ですか？はい。やりましょう。やりましょう。はい、わかりました。はい、さあ、涙はね、まだ最後まで取っておきましょう。それでは行きましょう。リスナーの方も準備いいでしょうか？いきますよ。せーの、鉄遊戯王チャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。さあ、コーナー、自分のコーナーにやってまいりました。本日もよろしくお願いします。さあ、本日のコーナーは、はい、お願いします。よろしくお願いします。200回記念ということで、なんでしょうかね、環境とかっていう話をちょっと、とは違う話になるんですが、いいですね。まあ、遊戯王の魅力について話していきたいかなと。はい、魅力というか、まあ、やっぱりこの鉄ラジが4年間っていうね、歴史もある、この200回放送になったし、まあ、遊戯王の歴史だともう10年以上なんですが、はい、やっぱりこう長く続く、やっぱこのゲームに魅力があるからかな、思い、この魅力は何なのかっていうところをちょっとね、話していければと。皆さんもね、どう思うのかっていうところをちょっと聞きたい部分もありますし、もちろん、鉄さん、三角さんにも聞きたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は200回スペシャルということで、はい、シェルさんとリスナーの方を大切にしたような、はい、今日は講義ということで、私たち後ろに控えておりますので、皆さんで大いに盛り上がって、はい、たまには呼んでください。ね、三角さん、ちょっと後ろで学習しておきましょう。そうですね、机に座りましょう。机に座っておきましょう。はい。それでは、フリップの方お願いします。はい、はい、フリップと共に聞いていきます。はい、こちらです。本日は、まあ遊戯王なんだというね、なんでこんなに長く続いてるんだって、やっぱ魅力があるからみたいなね、こちらも魅力があるから、まず一つ目の、まだ出てないかな、まだ出てないです。じゃあもう出ると思う。はい、まあ遊戯王の魅力一つ目いきましょう。リソースとカードコストなんですけども、皆さん、多分、カードゲームやってる、いらっしゃる方って、やっぱり、まあ、遊戯王じゃないカードゲームやってる方も、やっぱいると思います。自分も、もちろん違うカードゲームをやったことあると思いますし、まあ、皆さんそうだと思うんですが、遊戯王のちょっと変わってることっていうのは、まあ、リソース、まあ、もちろん、それは手札なんですけど、カードコストっていうものが基本的に、あるんですが、限りなく薄いっていう部分があって、それが一つの魅力だと思うんですよ。まあ、なんでしょうかね。例えば、まあ、他のゲームで、例えばか、ね、いろんなゲームだったら、そのコストがないと使えない。つまり、序盤の動きに関しては、そのコストがないうちは、っていう、うまく、そのカードを使用できない。そのため、選択肢が、まあ、1択ないし、2択しかないっていうのって、ではなく、このカードコストが、
限りなく薄いっていうところが、まあ、それがちょっとね賛否両論、それがちょっとなんかゲームとして面白くないっていう方ももちろんいるのかもしれないですが、でもこれは逆に魅力で、その分初手一ターン目の時の動きがものすごい重要で、そこでミスをしてしまうと負けてしまうみたいな部分にもつながるので、その最初からもういきなりその手札をリソースを全部還元できるっていう部分がかなり面白くて、その分やりがいがある部分じゃないですか。まあ、よくあるのが先行展開みたいなこともあるんですけども、まあ、手札があんまり良くない時にその時の先行展開どれぐらいにどういう展開にするかとか、まあ、相手のデッキが分かってる2戦目3戦目でどういう展開にするかっていうところが、先行1ターン目ないし、もう1ターン目からもそこでもう選択肢の幅が広がるっていうところが、やっぱこのゲームのね、すごい面白いところかなと思います。まあ、その分、カードコストが少ない部分、リソースっていうものがすごい重要になってくるので、手札のアドバンテージっていう部分、手札の枚数が相手より1枚多い、2枚多いっていう部分が、さらに他のゲームよりもシビアになる部分ではあると思います。カードアドバンテージは。他のカードコストがそれなりに全て何かしらがあれば、その手札1枚を使うのに制限がかかるんですけども、その制限が限りなく緩ければ、例えばハーピーの羽根放棄使う、サンダーボルト使うみたいな感じでは、まあ、簡単に言ったらそうですけども、はい。なので、その部分があるので、手札1枚の重みが、まあ、強欲な壺はすごい強いみたいなことなんですけども、まあ、今禁止ですけどね。まあ、それが一つ魅力じゃないかなと思います。はい。まあ、この感じ、まあ、とりあえず、これこは、やっぱりね、遊戯王、自分も好きですけども、まあ、自分よりももっともっと、なんか、100倍ぐらい好きな、鉄さん。日本一好きな鉄さんと、日本2位好きな三角さんに聞いてみたいと思います。どうでしょうか。なんだこの振りは。なかなか大きな振りでいきましたね。はい、どうでしょうかね、この遊戯王のこの項目に関してということでいいですか。はい、そうです。あまり自分が他のカードをやってないっていうことはあるんですけど、この部分っていうのはそれでも話題に上がる項目ではありますよね。遊戯王はこれが違うよねっていうことはよく聞くので、はい、その遊戯王が特殊なのか他のカードが特殊なのかはわからないですけど、やはりね、はい、シェルさんが今言われたように日本一はちょっと自分ちょっとわかんないですけど、世界で一番その売れているカードゲーム、はい、そんなギネス記録とか取るのはひょっとしたらこういう要素もあるのかもしれないですねっていう、はい、そうですね、まあ可能性がね多いというかね、もう一旦目先行始まったっていう時のパターンが人それぞれやっぱ変わる部分があるんじゃないでしょうかね。まあ最適解があるって言ったらあるのかもしれないですが、まあ選択肢がある部分で面白いかもしれません。はい。なるほど。ありがとうございます。三角さんどうでしょうか。そうですね。やっぱりその、まあ他にもいろんなカードゲーム、遊戯王の後にできたものも結構あったりしますけど、その、はい、まあ遊戯王が世界的にヒットしてる背景のそのゲームと似ていないからっていうのがあるんですね。はい。そのまあカードのコストとかリソースとか、いろいろその、まあ、他のゲームと違って一旦にいろんなことができたりするっていうところで、その自由すぎる部分もあったりするんですけども、逆に言えばそれが遊戯王の特徴だと思いますし、その他にこんなゲームないと思うんですよ。正直その一旦目にたくさん展開できて自分のやりたいように、デッキを構築することができてっていうようなゲームって遊戯王だけだと思うので、そういった部分がやはり魅力かなと思いますね。はい。なるほど。ありがとうございます。そうですね。はい。そうですね。やっぱこの、やっぱね、遊戯王、このね、特殊ではあるかなと思うんですよ。やっぱいろんなカードゲーム、結構カードに、それに対する対価、コストがあって、まあ、遊戯王はそれが限りなく少ない部分がやっぱ面白い。皆さんもどうですかね、リスナーの方も。すいません、ちょっと咳して申し訳ないですが。はい、皆さんも。結構面白い部分が、このゲーム、ちょっと他のカードゲームと違うなっていう部分が、
あるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。というとこで2つ目の話を言っていきましょう。はい、2つ目いきます。記念召喚、融合、儀式、シンクロ、エクシーズ、ペンデュラム。このこれらのカードがやっぱり遊戯王がやっぱ特殊にカードを、まあ、デッキ外から出すというカードがかなり幅が今は多くなってまして、そういう部分がこのやっぱり魅力じゃないかなと思っております。はい、哲さんどうでしょうか。はい、これもまた大きな括りというか話題が重いですね。なるなんか三原さんは多分にやけてるんでしょうけど、はいそうですね、またシェレさんの言葉引用させていただくと、なんでしょう、特殊な出し方が多いっていうんですかね。やっぱりカードゲームこう手札があって、そこから出す、でそれで、まあ、そのカードが何かこう動くっていうんですか、まあ、横に向けたりとか裏返したりとかあると思うんですけど、はい、まあ、例えば融合召喚であればこの手札からまたこの横に空いてあるデッキを取って出したりとか、あとコメントの方ではありました、儀式とかだとちょっとね、出し方に手順は踏むって言われたらそれまでですけど、その儀式というものを再現する、準備をして生贄が用意されてなんか出るっていう、そういう何でしょうね、動きというか特殊なモンスターが出る以上のものっていうのがあると思います、はい、もう今だったらね、このペンデュラムもありますしね。はい、そんな感じです。そうですね、選択肢がありがとうございます。はい、それではミカドさんの方お願いします。はい、そうですね、いやもうたくさんシステムが増えて、そのシンクロやエクシーズの時でもびっくりしたんですけど、まあ、続いてペンデュラムといった感じで、こう、はい、古いカードも新しいカードも全部その使えるルールに調整されてきているのが本当に面白いなと思いますし、最近はその、はい、例えばなんですけど、作品に合わせてシステムが違うっていうこともありますよね。5Ds がシンクロ、ゼアルがエクシーズ、アーク5が、ペンデュラムみたいな感じで、その、作品ごとの広がっていったその遊戯王の様々な世界観に合わせて、その、こうしたシステムが、はい、出来上がっているっていうのも非常にその個性的で面白いなって思いますね。はい。ありました、ありがとうございます。そうですね、お二方言った通り、やっぱこのやっぱねシステムが結構いろいろあるので、まあ最近だとペンデュラムなんですが、まあエクシーズもシンクロもすごいね面白いとかで、まあ枠の色が違うんですが、皆さんどうでしょうかね、リスナーの方どうなのか、はい、どうでしょうか、なんかあれば、なんかどれが一番好きですかね、この選択肢だと、うん、まあなんでしょうかね、最近だからやっぱりペンデュラムかエクシーズでしょうかね。シンクロ結構面白い、個人的にはシンクロかなり面白くて、あまり意味がなかったレベルが重要視されたっていうのがなんかね、すごい面白い部分もありましたけど、最近はエクシーズ推しですけども、はい、かなりちょっとね、でもまあとっつきにくい部分にはなるのかもしれないですけど、選択肢的には面白いかなと、あとね、やっぱこのカードの遊戯王の魅力かなと思いますね。はい、次の先生アンケートを今ちょっと遅れましたけど、パッと作りました、お願いします。はい、このフリップにある内容を打ち込んでます。ゲニエ召喚、融合、儀式、シンクロ、エクシーズ、ペンデュラム、この6つのうちで皆さんこうパッとね、一番好きな召喚方法、特殊召喚ないじゃないかって言われる方もいるかもしれませんけど、これで勘弁してください。じゃあ、はい、ちょっと自分がカウントダウンしておきましょうかね。はい、いきますよ、3、2、1、0。はい、締め切ります。さあ、どんな召喚が皆さん好きなのでしょうか。結果出していきます。じゃん、はい、生贄召喚が 10%、 融合が 15%、はい、儀式 5% にシンクロが 60%、 エクシーズ 10% でペンデュラム 0%。 今70人の方が見に来てる中でこんな感じの結果になってます。シェルさんどうぞ、先生どうぞ。はい、はい、自分今投票
してなかったんですけど、自分も、まあ、自分もシンクロなんですよね、はい。まあ、いろいろでもあると思います。ペンデラムゼロってちょっとそれひどいですね。まあ、どうなんでしょうか。まあ、遊戯王のカードアドバンテージが、まあ、結構いい感じになってますね、はい。やっぱり、生贄召喚、融合、儀式、シンクロ、エクシーズ、ペンデラム、そうですね。結果なり面白い感じですね。やっぱシンクロが一番構築の幅がありそうですよね、やっぱり。テーマデッキじゃないのが好きとか、ね。やっぱり、特別な部分を出せるのはやっぱシンクロが一番いいかなと。融合ももちろん、融合エクシーズイケネー召喚。イケネー召喚、テーとかね。よかったですね。カエルテーはちょっとダメか。そんな感じなんですが、はい、ありがとうございます。皆さんもシンクロ推しでしたらね、遊戯はこれからシンクロ推しで来ていきたいかなと思います。はい、コナミはシンクロ推しで、ペンデラム推しではない、でもペンデラムもいいんですけどね。はい、なのでありがとうございます。次のコーナーに行きたいと思います。はい、ずっと俺のターンというねこれがね。これなんだっていう感じなんですけども、はい。これは、そうですね。これはあのね、あの某漫画の方が言った、言ってないか、それなんですけども、はい。なので、なんですか、まあ、遊戯王の魅力として、まあ、やっぱり、この、展開力の多さ、これはちょっと、思うことが、いろんなカードゲームの中でも、やっぱり唯一なんじゃないかなと。いろいろあるじゃないですか。もう、まあ、いろんなデッキのいろんな展開です。まあ、今までのデッキも、まあ、簡単に言ったら、まあ、フォーミュラシンクロ出したりとかももちろんそうですし、まあ、もちろん、エクシーズで、エクシーズ出して、エクシーズ出して、エクシーズ出して、それで、バーン、2000バーンするとかでももちろんいいですし、まあ、いろいろこのね、展開のパターンが、まあね、ずっとのは自分のターンではないんですが、やっぱりこの展開の多さっていう部分が、それが一つの、やっぱり、まあ、いきなり状況を見て、展開するっていうパターンよりも、やっぱり知ってる知ってないでかなり大きい部分もあると思うんですよ。こういう展開でこうなるみたいなところがあって、やっぱりそういう部分が、まあ、遊戯王の一つの、やっぱ、なんていうんですか。こういうデッキはこういう展開をマックスでしてくるとか、マックスでこのデッキはできるとか、EM でこの反応が揃ったらこの展開ができるとか、まあもちろん DD で、この展開が、最大の展開ができるとか、っていう部分が、やっぱり、なんて言うんですかな、プレイヤーに依存できる部分が、遊戯王がすごく大きいんですよ。展開パターン、最大の展開とか、それがやっぱり、すごく遊戯王の魅力かなと、自分は思っております。はい。プッツァン、ミカノさん、どうでしょうか。はい。最後の項目ということで、ずっと俺のターンどうですかって言われて答えるパターンのパーソナリティですよね、はい、これ。はい、この展開のパターンの広さね、それがやっぱこの魅力、それが魅力なんじゃないかなって。今日のコーナー自体の流れとして、今言われたような感じはありますよね、そのリソースとカードコストが、その1ターン目からいろいろできたりとか、で、その特殊な召喚方法がたくさんある中で、展開方法がたくさんとかコメントの方でも寄せられてますけど、本当可能性っていう点ではすごくあるので、それが、はい、まあ、最終的にずっと俺のターンがね、そのいい状況かというと相手にとっては最悪な状況ではあるんですけど、そういうね遊び方もできますよっていうか、そこが魅力っていうのは分かる気がします。はい、三河さんどうぞ。はい、いや自分も本当に同じで、そうですね、その思いついたパターンとか他の人から教えてもらったパターンでもいろいろあると思うんですけど、たまにはそのミスをしてしまう時もあったりすると思うんですよね。その、はい、このパターンに行けば、こういう状況にできたのにミスをしてしまったって、それもまた一つの発見だなと思ってて、その、はい、何でしょう、いろんな、例えばその、何でしょう、本来の意図とは違う、道順を踏んだことで、また別のパターンが出来上がる可能性もゼロではなくて、そうするとそれはミスではなくて、
なんかこう、いろんな発見があって、遊戯王はすごく面白いですよね。はい。はい、ありがとうございます。はい。なるほど。やっぱ遊戯王、やっぱり、何ですか？やっぱり、カードゲーム的にこの展開のパターンがすごい複雑で、やっぱり、どんなに強いプレイヤーも、どんなに、カードゲームが上手いプレイヤーも、例えばすごい展開が複雑なデッキを渡して1日、あい、あさって大会でこれで頑張ってって言っても勝てないっていうところがやっぱ遊戯王の魅力かなと。もうこの俺ずっと俺のターンに起因することなんですけども、はい、それだけ展開が把握してる方が強い、ずっと同じデッキ使い続けてる、展開を分かってるっていう、そういうやっぱ使い慣れるっていうところの面白さがあるのかなと思います。そういう感じで自分の今回のコーナーは終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。面白いですね。はい、はい、それでは200回スペシャル、スペシャル何回言ってんの、スペシャルスペシャルそれだけね、次は期待できる。2枠目は再度 URL を取得して、この現在配信している URL と変わります。ですのでお手数ですが、もう一度コミュニティトップ、もしくは自分のツイッターの URL から飛んできてください。2枠目はこちらの方が喋り尽くすんで、ご期待してください。すぐに配信とはなりませんので、皆さん慌てずにお越しください。それでは一旦のお別れです。2枠目で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。エッさん、今日はあれなんですか？あれなんですか？はい、エッさん。
自分もおります。そうですね、なんか研究所ちょっとなんか爆破一瞬。こんばんは。あ、来た来た。びっくりしましたよ、ちょっと。手差聞こえないです。おかしくなりました。あ、はい。わかりました。ちょっとだけ場をつなぎつつも音声ミュートにしてたんでね。何も場つなげてないっていう。はい、どうぞ。はい。すいません、失礼しました。こんばんは。鉄遊戯王チャンネル2枠目では、私、ミカドが担当するこのコーナー、地雷的研究所というコーナーですね。やらせていただいております。将来的にですね、注目される、デッキやカードに、カードをですね、ピックアップして、リスナーの皆さんに向けて、私の方から、お話をさせていただくっていうコーナーなんですけども、テーマをですね、週ごとに変えてご紹介しておりますが、本日は、鉄遊戯王チャンネル放送200回記念ということで、少し、ですね、方向性を変えてお話をさせていただければと思います。はい、本日なんですけども、突然なんですがリスナーの皆さんにですねお尋ねしたいこと、質問があります。はい。あ、はい、聞こえますかね。あれ、聞こえてる方と聞こえてない方がいる。え、なんで？大丈夫ですかね。すみません。すみません。はい。それではですね。はい。あ、すみません。ありがとうございます。はい。ちょっと機材が、ちょっとおかしいみたいですね。はい。本日はですね、突然なんですが、リスナーの皆さんに質問、お尋ねしたいことがありまして、大丈夫ですかね。はい。はい。では行きましょう。はい。はい、それでは、リスナーの皆さん、質問が、何回？はい。ですね、はい。あなたは遊戯王のどこに魅力を感じていますか？今こちらラジオを聞いていただいている皆さんですね。はい。遊戯王のどこに一体魅力を感じているのか、ということをですね、私の方から質問をさせていただきたいなと思ってます。たくさんですね、答えがあるかと思います。漠然とした質問になってしまっている部分もあって非常に申し訳ないので、今回ですね、私の方で項目を作って、アンケート形式にしてみました。はい、ただいまからですね、画面の方に、質問が表示されますですね、ご自分のですね、その考えられていることだったり魅力に関している部分っていうところに完全に合致するっていうことはもしかしたらないかもしれないんですけども、まあ、よければですね、その自分の思っていることに非常に近い項目あるかと思いますので、そちらをクリックしてみてください。もう本当にですね、肩の力を抜いて気軽にクリックいただければと思います。はい、それでは表示の方をお願いします。はい、ありがとうございます。はい。9つ用意させてもらいました。1つ目、OCG。まあ、実際のデュエルだったり、カード集めなどはこちらに当てはまりますね。はい。で、続きまして、アニメ。かなり長くですね、放送されてるのもあるんですけども、再放送も含めて、ただいまですね、地上波では週3日、遊戯王が放送されていますね。はい。で、続きまして、原作コミック。文庫版やリミックスなどですね、いろいろ形式が変わってるんですけども、武藤遊戯が、登場する原作ですね。他にも、まあ原作ではないにしても、コミカライズなどが多かったりしますね。はい。次はショップデュエル。お店でのデュエルですね。はい。次、非公認大会。我々、鉄さんや自分が、開催させていただいております、鉄チャンピオンシップなどが、当てはまりますね。はい。公式イベント。例えばですけど、ビクトリーカーニバルだとか、デュエリストフェスティバルなど、代表選考会もこちらに、当てはまりますね。はい。そして、ルール、複雑な部分も遊戯王のルールって多いんですけども、ただ、その複雑であるがゆえに、理路整然として解明したときに、非常に遊戯王面白いなって思う部分があるかと思います。はい。続きまして、イベント運営。これ、かなり特殊かもしれないんですけども、まあ、例えばですね、ボランティアとか仕事みたいな感覚で、まあ、スタッフの方とか、参加者の方、どちらの人ともですね、接することができて、そうした経験を積む面白さっていうのが、そのイベント運営にはあると思います。はい。
そして9つ目、電源ゲーム。まあ、ADS だったりもちょっと含めてみました。他にもですね、まあ、昔で言えばデュエルオンラインだったり、CGI だったり、あとは、今度 3DS でもソフトが、発売されますし、アプリ配信として、デュエルリンクスもあったりしますね。そういったものもこちらに含めております。はい。よろしければ、クリックをしてみてください。それじゃあ、そうですね。じゃあ、デスさん、カウントダウンしていただいてもいいですかね。はい、わかりました。カウントダウンのデスです。はい、どうも。はい。そんなデッキ使ってそうになるんです。カウントダウンとか使わないです。使わないです。はい、性に合わないんで。はい。それでは皆さん、三原さんの説明にありましたように、アンケート、今、ニコニコ動画の方出てます。ちょっと携帯とかで聞いてる方は難しいかもしれませんが、今、ブラウザ上にですね、アンケート項目出てますので、ご自分がそうと思う項目を一つですね、このマウスでポチッと選んでもらうと、アンケート集計されます。それでは、カウントしますので、皆さんポチッとお願いします。じゃあ、行きますよ。3、2、1、0ということで、じゃあ、三原さん、結果出します。はい、ありがとうございます。お願いします。はい。やっぱりそうですね。はい。やっぱりその、まあ、普段カードの話が多かったりするので、やっぱり OCG に一番、票が集中してますね。その後が、アニメ、もうやっぱり、そうですね。劇場版もすごく面白いですし、あとは非公認大会というふうに、はい。その後に、結構ばらけてますけども、原作コミックだったりとか、電源ゲーム、イベント運営されてる方もいらっしゃるみたいですね。あとはルール、いろいろ勉強されてる方も、多いのではないかなと思います。はい。すみません。ありがとうございます。すごい、たくさんいろいろ、はい。分岐していて面白いですね。非公認大会にも非常に興味と思っていただいてる方も多くて、はい。ありがとうございます。はい。今回ですね、こうして投票いただいたことで、今、こうしてラジオにお越しいただいている、リスナーの皆さんが、特に何に関心を持たれているかっていうのがわかりますね。はい。ただですね、今回、こうして投票いただいたことが、内容が、遊戯王の全部というわけでは決してありません。自分が、パッと思いついた範囲で、今回書ききれない部分とかもあったりしたんですけども、はい。遊戯王のいろいろですね、要素があるということで、はい。むしろですね、これだけの魅力があること自体が、遊戯王の魅力と言っても過言ではないのかなと思っております。はい。例えば、今回9つ項目を挙げさせてもらったんですけども、それ以外にも遊戯王の魅力っていうのは絶対たくさんあると思ってまして。例えば、友人の方とのフリープレイだったり、まあ、カードとは、異なる、例えばですけど、遊戯王関連のグッズなどあるかと思うんですけども、そうした、関連グッズを集めるのが好きだという方もいらっしゃると思いますし、他にもそうですね、イラストだったりですね、二次創作も比較的根強い人気を誇ってるのが、遊戯王っていうコンテンツなのかなと思ってます。はい。他にもですね、そうだな。例えば、遊戯王を通じて、恋人を見つけたっていう方も僕の周囲にはいらっしゃったりします。他にも、そうですね、最近だとカレー屋さんとか、遊園地といった、商業施設とか、そういった、会社さんとコラボレーションしたり、まあ、あとですね、まあ、アニメもテレビ放送だけじゃなくて映画の上映も行われましたね。あとは、そうですね、デュエルも面白いんですけども、まあ、カード集め自体も楽しいと思います。いろんなレアリティがあって、最近だとスーパーレア以上のカードには、シークレットレア仕様があったり、あとはコレクターズレアとか、ケージレアとか、あとはレリーフだったり、ホログラフィックもあるのかな。あとは海外だと文字の色が、違う、カードとかもあったりして、非常にまあ、コレクション性も高いカードが遊戯王には多いかなって思います。他にも、そうですね。例えば対戦動画。これは大会での対戦だったり、まあ、友人の方とのフリープレイとか、そういった風な、まあ、動画配信ですね。まあ、動画配信もデュエルだけじゃなくて、例えばパックの開封とか、このカード当たりましたとか、そういう動画も結構見受けられたりしますね。他にもそうですね。昔流行ったり、今も根強い人気ありますけど、闇のゲーム動画とか、なんかこう、
すごいキャラクターになりきって、デュエルをするっていうような遊びがあったりしますけども。他にもですね、そうですね、例えば今こうして、鉄遊戯王チャンネルっていう形で行わせていただいているようなラジオ配信も、できています。はい。総じてなんですけども、もう本当にですね、何でもできるのが遊戯王だと思います。今、まあ、こうしてですね、自分の方からお話をさせていただいたり、他にもですね、いろいろコメントでいただいてますね。はい、イラストが好きですとか、CGI が懐かしいなとか、自分でギミックつけるの楽しいですとか、まあ、いろいろですね、あるかと思うんですけども。まあ、その、自分がお話したことや、その、皆さんが書き込んでいただいた内容、これ以外にもですね、まだ知らない遊戯王が、もう本当にたくさん、世の中にはあると思います。遊戯王って、日本はもちろんですけども、例えば自分の住んでる県以外の県の方も遊戯をやっていますし、海の外、海外ですね、その、英語圏だとか、アジアとか、まあいろいろな場所ありますけども、どんな人、言語、考え方を持っている方であっても、遊戯をされてたりします。なので、もう本当にまだ知らない遊戯が、本当に本当にたくさんあると思います。同じカード使ってると思うんですよ。その、例えば韓国版とか、英語版とか、日本語版とか、その、いろいろ違ってても、カード自体は同じだと思います、効果は。で、あと、まあ、同じく、その、触れてる、遊戯王っていうコンテンツは変わらないっていうところで、同じカードやコンテンツでも、その、いろんな遊戯王に触れることで、ご自分のその見える世界というか見えてくるものが全く違ってくることがあったりします。例えばなんですけど、そうですね、最近だと、東京の話になるんですけども、新宿の、地下通路がありまして、こちらの壁にですねカードが大量に展示されました。発行されてから初めてのカードから、その最近出たそのジャンプ流に付録として付いてる、カイバとブルーアイズが載ってるカードがあったりするんですけど、まあそういう本当に最新のカードまで一斉に展示されてたり、そうしたことができるもんね。まあ遊戯王だからこそかなって思います。他にもですね、まあ劇場版遊戯王、ザ・ダークサイド・オブ・ディメンションズ。はい。私も複数回見たんですけど、本当に震えるほどの感動をいただきました。あとは、まあ先ほど話した通り、その言葉が通じない人とカードを通じて会話ができるようになったりします。例えばこれは、その外国の方だけじゃなくて、僕自身も経験があるんですけども、ローって言いますか、そのお話しすることができない方が、体に不具合をお持ちの方がいらっしゃったんですけども、そうした方ともですね、直接お話をすることはできないんですけども、カードを通じて直接デュエルをしたりして、交流をした経験があります。なんで、そういう経験を踏まえると遊戯王本当すごいなって思います。はい。あとはですね、まあその友人とか、まあ先ほどお話ししました恋人とか、まあいろんなですね、先輩とか、いろんな方と、いろんな地域の人とですね、大事な人と出会うきっかけをくれるのも、そのすべてが間違いなく遊戯王の魅力だと思います。いろんな催し物、感動、交流、新しい地域やその場所、人、いろんなことを知ることができる。それらがすべて間違いなく遊戯王の魅力だと思います。楽しみ方っていろいろあると思うんですよ。で、先ほど、アンケート取らせていただいたんですけども、まあその OCG が好きっていう方もいれば、ルールを学ぶのが好きだっていう方もいたり、3DS でゲームをするのが好きだとか、イベントに行くのが好きだっていう方、まあ、いろんなですね、楽しみ方が
あって、ここに書き入れないいろんなその遊戯王の例えばイラストを描くのが好きだっていう方もいらっしゃるかと思いますし、あのサプライそのなんか、高いスリーブとかその誰も持ってないプレイマットを使うっていうようなそういう楽しみ方も本当にいろいろあると思います。もう自分のデッキを全部英語版にしてみるとかですね、いっぱいあると思うんですけども、その全部が正しいと思います。絶対にそれを間違って どれもどの一つも間違ってないと思います。本日こうして、まあ、この番組を通じて、知り合った皆さんとで今日たまたまお越しいただけなかった、ラジオ聞くことができなかったっていう方にとってもですね、総じて一番いいこと、一番幸せなことっていうのは、あのこれを聞いていただいている方でもそうではないかとそうなんですけど、一番幸せなことはあなたにとって最も魅力的な遊戯王との関わり方を見つけることだと僕は思います。それがすでにもう自分は見つけられたよ。例えばその遊戯王の話ができること、ああ本当にそうですね、誰か友人と遊戯王の話ができたりだとか、そのデュエルをしてたくさん勝ち上がることができる、自分にとって本当に魅力的だと。何でもいいです。カード集めだとか、あのプレイマットをたくさん揃えるとか、いろんなことあると思うんですけど、それがもう今この時点で遊戯王カードが発売されて17年で20周年を迎えて、原作が始まってからちょうど20年ですね、経ってるんですけども、もうこの現時点で見つけられてるっていう方は本当に幸せな遊戯王を体験するプレイすることができていると思います。それって本当にとっても幸せなことだなと思います。まだ見つけられてない探し中だっていう方ですね、それはもうあの決して絶対悪いことではなくて、これから先ですね、さらにそのまだ見つけられないよっていう方はですね、これから先さらにもっと面白い遊戯王とどん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 たくさん数え切れないほど触れ合っていくことができます。それは本当に素晴らしいことだと思います。なのでその遊戯王とこれからどういうふうに接していこうとか、例えば引っ越しをしてしまったり、その進学就職とかで遊戯王する時間が減ってきたな、これから遊戯王の周りの人が遊戯王をやらなくなってきたな、どうしようかなって悩んでる方もきっと少なからずいらっしゃると思うんですけど、まあどんな形であれその遊戯王を楽しむ、その自分にとってのその魅力的な遊戯王の関わり方って絶対いつか見つかるはずなので、ぜひですねご自分の好きな遊戯王に自信を持っていただきたいなと思っています。それは、まあ、本当どんな遊戯王かはちょっと人によるんですけども、デュエルをし続けることとか友人と話すきっかけになるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、ぜひですねご自分の好きになった遊戯王、遊戯王っていうコンテンツにですね自信を持っていただきたいなと思っています。今遊戯王はそのリミットレギュレーションも変わったり、その販売形態もいろいろ変わってきたり、まあ、例えばデュエルターミナルがなくなったりだとかですね、まあいろいろ、あとパックの種類が増えたりだとか、いろいろありますけども、毎月、毎週、なんだったらもう毎日、目まぐるしく変化を遂げていってる遊戯王だと思います。カードの収録枚数が変わったりとか、まあいろいろありますけど、はい。他にもですね、まだたくさんイベントが、喝采上映とかいろいろあったりしますけど、もう本当、どん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 新しいことにチャレンジしている遊戯王ですけども、どのような形を仮に辿ったとしても、遊戯王っていう遊び、コンテンツ、これは必ず間違いなく僕を含めそのこうしてラジオを聞いていただいている皆さん含め
我々ファンだと思うんですよ、遊戯王の。遊戯王のファンである我々にですね、このコンテンツは必ず夢を見せてくれると思います。次どんなことがあるんだろう、遊戯王。今までもいろんなことあったけど、これからどんなことを見せてくれるんだろうって思うと、なんかこう、楽しくなってきませんかね。自分はすごくワクワクしたり、ドキドキしたりします。次何が起こるんだろう。こういうことが起こるんじゃないか。じゃあ、そうですね。毎月買うのしんどいっていうところもありますね。はい。よくも毎月出せてるわと。本当そう思います。もうすごいことですね、遊戯王。だから、今後、本当どうなっていくのかって思うと、すごく、すごい期待が膨らむというか、まあ、どんな形であれ、ただ、その、これだけは繰り返しお伝えしたいんですけども、遊戯王っていうのは、もう必ず僕らファンに対して、絶対に夢を見せてくれると思います。どんな形であって。面白い興奮とか、いろいろ。そういったことを教えてくれると思います。語り尽くせないほどの魅力が、本当に遊戯王にはあります。今こうして、偉そうにお話しさせていただく時間を、いただいて、皆さんに遊戯王の魅力について、200回放送記念ということで、お伝えできたらなと思ってお話しさせていただいてるんですけども、もう本当にまだ自分のこの頭の中だけでは思い浮かばないような遊戯王もきっとあるはずで、そうした遊戯王にいつか触れられる機会が来るんじゃないかなと思うと、私は楽しくて仕方ないです。遊戯王のするにあたってそのデュエルだったりとかですね、例えばそのモチベーションとかそういう言葉あると思うんですけども、その気分によって遊戯王との接し方とかいろいろ変わってくる部分って、まあそれはその少なからずあるとは思うんですけども、これだけもう語れないだぐらいの量の魅力がある遊戯王に対して、そのいつかモチベーションっていうものも消えていくんじゃないかなって思います。どんなことがあっても面白い、どんなことがあっても興奮する、もう本当にすごいコンテンツだと。言い方悪いですけども、化け物だと思うので、遊戯王って。なので、ぜひですね、遊戯王を一緒に、我々リスナー3人も含めて、こうして本日来ていただいた方々と、まあ、今回ちょっと残念ながら、ラジオ、生放送では聞くことができなかったという方も、あるいは、鉄遊戯王チャンネル全く知らないっていう方にとってもですね、全員で一緒にこの遊戯を楽しんでいこうではありませんか。本当にここではさっき9つの項目で出させてもらいましたけども、他にも本当にいろんな遊戯を楽しみ方あるはずですし、なんでしたらそのこうしてですね、コメント欄で、僕に紹介してほしいぐらいですね。はい。あるいは、いろんな人に教えてほしいなって思います。身の回りの方、自分が大事に思ってる方、これから知り合う方、ネット上でも何でもいいんですけども、自分の好きな遊戯王の好きなところ、それって、あなたにしかお話ができないことだと思います。なんで、あなたが思っている遊戯王の魅力、素敵なところ、ぜひいろんな人に教えていただきたいなと思います。自分も遊戯王の魅力を完全に理解しきれてないなっていう部分があります。もう日々勉強中なんですけども、ぜひですね、ただこの遊戯王を信じ続けていれば必ず夢を見させてくれるコンテンツだと思うので、一緒にこれからも遊戯王を楽しんでいこうって皆さんに伝えたいなと思います。はい、すごく長くなってしまいましたけども、で本来の今までの、コーナーの趣旨とは若干、変わった200回記念ということで配信になりましたが、地雷的研究所、本日の配信以上になります。はい、200回記念ということで、まだ次は、テスさんが
お話をされるかと思いますので、この後も URL 変わるかと思いますけど、鉄遊業チャンネル楽しんでいただけたらなと思います。はい、私のコーナー以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、ここまで話されるとね、この3枠目4枠目の鉄が非常に霞むみたいなね、こうちょっとね、これはいい意味でハードル上げられちゃいましたね。いやー、すごい素晴らしい、聞き入るっていうのはまさにこのことを言うんでしょうね。はい、いやー、ありがとうございました。はい、ということで鉄遊戯王チャンネルはスペシャルということで、この3枠目4枠目5枠目、ちょっと5枠目はねちょっといろいろとやばそうですけど、続いていきますので、次はいよいよ自分で言うのもなんですが、鉄の方がいろいろと語らせていただきます。ちょっとね、今のミカロさんにはちょっと及びそうにないですけど、鉄遊戯王チャンネルっていうね、その辺を見せていけたらなと、聞かせていけたらなと思います。それではまた今度は3枠目でお会いしましょう。一旦のお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。あさっ。
はい、皆さんこんばんは。鉄遊業チャンネルは3枠目に突入しました。本日は200回目の放送スペシャルということで、枠を2枠から飛び越えて3枠目の放送といきたいと思います。3枠目からはですね、番組のメインパーソナリティである私鉄のコーナーとなっております。本日はそのスペシャルにかけまして、遊戯王カード以外の部分っていうんですかね、本当番組の冒頭で言っている遊戯王強くなれないかもしれないけど、もっと明日から楽しくなれるようなラジオ、その話題という感じで進めております。夜も更けてまいりましたが、早速3枠目の鉄のコーナーよろしくお願いしたいと思います。では一旦のお別れです。本当ちょっとですね。はい、どうもこんばんは、鉄です。画面大きくなっただけなんですけどね。はい、さあ本日は鉄のコーナー3枠目は、担い手はここに1人のコーナーになっております。このコーナーはですね、ラジオの最初の頃、中期から始まったような、まあそんなコーナーになるんですけど、鉄と対話しながら話すようなコーナーになってまして、今では鉄が話題を用意して語るという、そこに皆さんがこうコメントをしていただいて、さらに話を盛り上げるような、そんなコーナーになっています。で、今日は200回記念ということで、いろいろと話題を用意しておきましたので、ちょっとですね、皆さんのまずはどの話が聞きたいかっていうところから、こう一体感をね出しながらやっていきたいと思います。ではこれまでのコーナーと同様にアンケート出しますので、皆さん画面をポチッと押して、もう直感でいいです、選んでいただければと思います。じゃん。どのテーマがいいですかということで4択出しています。この五感からだけだとちょっと分かりづらいと思うので、ちょっとですね、これを出したらいいかな。はい、まあ、ちょっと画面後ろ隠れて見づらいと思うんですけど、まあ、一番の選択肢、パワーカードという項目ですね。カードのデザインについて語ります。で、2番、成功と大成功ということで大会運営の話をします。で、3番はティーチングと曲解というね、なかなか見慣れない単語があるかもしれませんが、ルールとジャッジングに関して語ります。そして4番目の選択肢が遊戯王プレイヤーと決闘者ということで、ユーザーに関してのことを語るというコーナーを本日時間が許す限りやっていきたいと思います。ここで聞けなくてもですね、どっかで話すことはあると思いますが、今日はですねスペシャルということで、皆さんの一番どれが重要あるのかなということで、一つ一つ話していけたらと思います。選びにくいということでね、そう言っていただけると運営冥利というかパーソナル冥利に尽きるんですかね。はい、ということで、まあ、2人のリスナーじゃない、パーソナリティ控えてるんで、カウントダウンのね、あの人にカウントダウンだけしてもらいましょう。シェルさん、はい、行きましょう。カウントだけお願いします。行きます。3、2、1、終了。はい、ありがとうございます。結果の方出していきます。じゃん。はい、パワーカードが 50.1%、 もうこの時点で決定した模様ですね。で、成功と大成功 22.2%、 ティーチングと曲解に関しては0、遊戯王プレイヤーと決闘者が 27.7 ということで、わかりました。だからこの順序、多い順に語っていけたらなと思います。話の流れとかでですね、順序入れ替わるかもしれませんが、じゃあまずはこの一番の選択肢、パワーカードについてちょっと鉄の方が語りたいと思います。皆さんアンケートありがとうございました。さあ、それでは一番最初の、まあ、一番で一番選ばれたっていうね、担い手はここに一人、テーマパワーカードに関して語っていきたいと思います。はい、皆さんパワーカードと聞いて、鉄遊戯王チャンネルを見てる方ですから、遊戯王のカードの話題っていうのは少し伝わったと思います。で、そのパワーカードっていうのがまずどんなものかっていうところから少しずつ説明していきたいんですけど、まあ、自分が思い描くパワーカードっていうのは、パワーカードね、コメントにも流れてますけど、1枚のカードが戦況を打破、それとかこう引けば、このカードを引けばもう逆転できる、そんな一手、そんなカードをパワーカードと呼んでいいのではないでしょうか。パワーカードね、コメントに流れた通り、なんともいい雰囲気ではないでしょうか。それはですね、制限カードであったり、単純に攻撃力が強いカードであったり、デュエルの影響が大きかったり、様々なカードが
あります。ここではそれをパワーカードとして話を進めさせてもらいます。こちらちら横見てるの、あの原稿読んでるんですよね、すいませんはい、昨今はですね、このパワーカードが飛び交うカードデザインとしても過言ではなく、それらのカードや盤面を見聞きする機会っていうのが昔から、それこそ今年20周年という遊戯王になってますが、昔に比べると本当にパワーカードっていうカード自体が増えていると皆さん感じることはないでしょうか。で、このパワーカード、ちょっとこの下りからいくとですね、なんかマイナスな話になるんじゃないかなと皆さん思われるかもしれませんが、やはりこのパワーカードっていうのは強いカード、強いカードっていうのはやはり魅力があるものです。はい、コメントの方でですね、原作とかね、アニメ由来だから逆転要素が多いだと思うっていうのね、確かにその遊戯王を見せるときにこうドラマ仕立てっていうんですかね、やっぱり逆転とかそういうものはすごい魅力的な要素と思いますし、自分も遊戯王でそういうことがあるっていうのは一つ魅力として感じてます。はい、でそれが増える、パワーカードが増えれば、じゃあその魅力が増えるっていうことだから、結果として遊戯王が盛り上がると言えるのかもしれません。ここからがちょっと話があって話ですね。はいはい、ランクアブ マジックとかね、もうまさに引いて見せてっていうね、そんな動作までパワーカードって感じですけどね。はい、皆さんも常日頃からやってるであろうデュエルですね、お互いにライフポイントは8000からスタートです。8000、こちら、はい、ここで仮も仮ね、本当に仮の話なんですけど、1枚のカードで8000ポイントのライフを与えるカードがあったらどうでしょうか。その1枚を引ければ勝ち、もっと言えばその1枚でゲームが終わってしまう、こんな面白くないデュエルはないと思います。はい、ゲーム終了とねコメントいただいてます。はい、本当これは仮の話です、仮の話。実際のデュエルは初手に5枚ですね、5枚のカードを引いて、高校ならさらにそこから1枚引いてのスタートですね。デッキは最低でも40枚構築しなければならないので、パワーカードあるいは組み合わせて引ける確率にはもちろん幅があります。付け加えて言えば、お互いにパワーカードをデッキに構築することができるため、条件は同じとも言えると思います。はい、ちょっとね、あのコメントの方でこの話をオチみたいに持っているカードが上がってますが、だいたい意図するとこはそんなとこです。はい、ちょっと進めますね。はい、ですがここで俗入、手札事故などどうしようもない状況っていうのも発生します。皆さんも実際に対戦していてそういう状況になったこともあると思います。お互いにパワーカードを持っているとすれば聞こえはいいんですが、ライフポイントはルールで決められた8000からスタートとなります。ここ自体はまあ動かないでしょう、これからも。はい、そこで事故ってしまった場合、また強い手札が揃った場合に、ワンサイドゲームが存在するようなデュエルっていうのはどうでしょう、いかがなものでしょうかっていうところになるんですよね。カードは確率の勝負です。最初に言った40枚のタワー、そこから5枚引いて、でさらに組み合わせがあって、まあ、数字の上でのというのもあると思います。まあ、ライフポイントね、8000でどうやって決まったんだろうというね、原作は4000でやってるのに、ね、はい、ちょっとね、はい、でコメントの方にもちょっとありましたけど、まあ、エグゾティア、一番最初の遊戯王からエグゾティアという5枚揃えれば問答無用で勝利するカードも確かにありました。まあ、5枚揃えば本当勝ちですね、揃った瞬間に勝ちっていう。ですがこのカードデザインの時点で攻撃力が相手のライフポイントを上回ったり、コメントの方にはありますが、カオスマックスドラゴンとかはカードに書いてある数字こと4000ですけど、効果も相まっていきなり8000のダメージを与えるということもあるかもしれませんし、
ドグマブレードとか言えば、その組み合わせによっては最初からその確率をかなり高くしてやれてしまうっていう、そういうカードデザインっていうのがあると思います。で、今ここではエクゾティアとか攻撃力とかライフポイントが急にゼロになるとかそういうことを言ってましたが、相手に有無を言わせない拘束力を強いたり、そんな場面っていうのもあると思います。ライフポイントはゼロになってないんですけど、初手で最初のターンでこう展開されてですね、ターンを渡されて、まあ、実質後攻側は何もできないとか、まあ、ここ2ターン目で負けずとも、そのもう負けるしかないような状況っていうのもあると思います。このどうしようもない状況に追い打ちをかける事態っていうコメントも流れましたよね。ヤタガラスロックとかもそうですよね。実際デュエル自体は終わらないんですけども、デュエル終わるしかないっていう、そういうカードデザインですね。この番組でも特に、まあ、シェルさんとかがですね言ってる内容もあるんですけど、やはりこの対人のカードゲームっていうことで、カード自体でやり合うっていうのももちろんそうなんですけど、お互いにこの、まあ、今自分顔出てますけど、表情を読み取ったり、まあ、癖を見抜いたり、まあ、そんなことですね、対人でやりつつ、また戦略ですよね、まあ、単純にお互いに手札が全て見えているわけではないので、伏せているカード、相手の手札の枚数とか、まあ、ここでは本当は殴るのが定石なんだけど、まあ、ここはあえて殴らないとか、そういう戦略ですね。そうやってやり取りしていくことが遊戯王の醍醐味と考えます。まあ、ですので、まあ、最初に、まあ、コメントの方にも何度も上がってますけど、このカードデザインとしてですね、やはりパワーカードっていうのが魅力的であるっていうのももちろんわかるんですけど、この何でしょうね、一気に対戦が終わってしまうようなカードデザインが出るたびに自分は考えさせられていますっていうのが、はい、今回のテーマ、パワーカードということでした。はい。まあちょっとね、オチがね、結論付けるものじゃないのが、担い手はここに一人のテーマということになるんですけど、はい。チェさん、ツイッターに3投目投下するの忘れてません？あれ？それで来場者がいない感じですかね。はい。ちょっとね、熱く語ったんですけど、そういうミスも犯す鉄でしたということですね。はい、ちょっとコメントの方とか拾わせてくださいね。はい、まあ、1枚以上のパワーを持つカードとか、まさにそうですよね。こういろんなカードのデザインがある中で、明らかにこの2枚と1枚同じパワーだよねとか、そんなこともありますし、あ、聖剣とかね、ありがとうございます。パワーカードがある中ですごく弱くデザインされているカードっていうのもありますよね。はい、羽技とかね。まあ何でしょうね、その、あ、すいません、三枠組も始まったっていうね。多分ミカロさんがツイートしてくれるんで、そこは、はい。意図せずともパワーカード感出してるカードもっていうのもね。そうですね、だからこの、まあ何が言いたいかっていうとね、その、これがダメとかそういうのではないんですけど、そういうパワーカードが出るたんびにっていうね、テーマを組んで初めて出せるカードはいいんですけど、そうですね。最初の方のコメントで出てた原作アニメとかしかりなので、どうしてもそういう逆転要素っていうのを組み込みたいっていう気持ちはわかるんですけど、やっぱそれをそのまま持ってきた時にうまくいくかっていうと、まあ、もちろん逆転っていうのもあっていいと思うんですけど、まあ嫌な局面ってありますよね。もう圧倒的なところにさらにこうパワーカードが来る、もうダメ押しの一手っていうんですかね。まあなんかそういうところをですね、パワーカードが出るたんびに思う鉄でしたということでした。はい、もしなんか気になることあればまた他のコーナーでも聞いてください。はい、じゃあ、でも開闢取り手が今許されているし不思議ですねって、そうですね、本当不思議なデザインですよね。そこをコストリソースでバランス取ってほしい。この遊戯王の弊害というか、まあ、どっちを取るかみたいなところありますよね。コストとリソースの概念が、まあ、あるにはあるんですけど、そこを重視してない、まあ、重視してないという言い方もあれですけど、
そのためにできること、それだからこそちょっと楽しみづらいことっていうのもねあるので、まあ、それがあっての今の遊戯王はあるんでですね、ちょっとどうなるかっていうのはもうリスナーの方次第というか、まあ、自分もいろいろ考えていきたいと思います。はい、それでは次に多かった話題ですね。あ、ツイートありがとうございます。はい、次に多かったのが何でしたっけ2番じゃなかったですよね。3番、血統者と、これですかね。これが皆さん、リスナーの方に申し訳ない、聞いて申し訳ないんですけど、これが2番目に多かった。4ですね。あ、じゃあこれですね。はい。次のコアのこのユーザーですね。はい。じゃあ、ちょっとまた原稿を見ながらね。これは後からね、投稿したい記事なんですけど、どうしてもこう話す時間というかタイミングがね、すごいこれで問題が起こったとか言ったら、こう投下するかもしれませんけど、ちょっとね、いきなり投げるとね、何言ってんだみたいなことになっちゃうんでね。はい。じゃあ次 の, トーク、テーマですね。担い手はここに一人は、遊戯王プレイヤーと決闘者。まあ、ここで言うなら、デュエリストって言ったらいいですかね。はい。これについてちょっと語らせていただきたいと思います。ちょっと、時間の兼ね合いで切れるかもしれませんけど、一応4枠目は用意していますので、切れたとしてもそこから話しますんで、皆さん、時間のね、切れるタイミングだけコメントで、テッサンテッサンみたいな感じで教えてください。はい。じゃあ、それでは。ガチデッキとファンデッキ、トーナメントプレイヤーとカジュアルプレイヤーとね、たびたび比較されて意識せずとも住み分けされていることはないでしょうか。もうこのテーマに関してはね、何度も何度も昔から本当良くも悪くも何かあるたんびに議論されるというか話題に上がるテーマですよね。どちらかというと問題があった時が多いんですかね。問題があった時にこの積み上げというかこの違いで、そのいい悪いじゃなくて、じゃあそれはそうだねみたいな、そうコメントの方でね、永遠の課題と流れてますけど、はい。で今この積み上げというかね、 あるんですけども、この以前よりちょっとふわっと思っていたことがあるんですよ。でそれがまとまったということで、今回この話させていただくということになります。ここではですね、その分け方というか選択肢というか、遊戯王プレイヤーとデュエリストですね、と呼び分けたいと思います。遊戯王をする人が遊戯王プレイヤーなので、原作の世界観と連動してデュエリストと、まあ、遊戯王プレイヤーイコールデュエリストということにはなるんですけど、今回この話題をする上ですね、遊戯王プレイヤーとデュエリストというものが、まあ、別物として皆さん捉えてください。はい、ありがとうございます。まずこの遊戯王プレイヤーという括りですね、自分が言う遊戯王プレイヤーという括り、これあくまで自分の主観と独断と偏見なんでね、特にこの話題はね、それを前もって言っておきたいんですけど、環境が変わるごとにその環境で一番強いデッキを模索し選択する、フェイバリットカード、自分が一番これが好きですよっていうカードがあってもそこまでのこだわりはない、対戦においては勝ちを優先する、まあ当然なことではあるんですけどね、特に勝つことっていうのを目的としている。でちょっと変わった見方をするとですね、ドラフトっていう、こうその場でパックを向いて組んで構築したデッキを持ち込むような対戦ではない、そういう対戦方法とか、あと遊戯王というこのカードで、このカード自体を用いずに、その遊び方、まあ遊び方ってちょっとどんな遊び方があるかという具体例を示せないんですけど、そういう、なんでしょうね、遊戯王自体を楽しむような遊び方を好む。これが哲が思う遊戯王プレイヤーという括りになります。はい。で、続きまして今度、決闘者と書きまして、デュエリストという括りですね。はい。これイコールではなく、ここでは別物としてお考えください。特定のデッキを使い続ける。その人自身を強くするというのではなく、この特定のデッキですね。このデッキとともに経験値を積んでいくようなイメージ。
プレイスタイルとか遊戯王この、うん、何ですかこの遊戯王をプレイするこの以外の部分でもこだわりがあるっていうね、まあ本当極端な例だと、まあ、こういう感じですよね。こういう格好するとか遊戯王以外でこだわりがあるんですよ。何か遊戯王する上で遊戯王以外のこだわりが、はい、そして対戦においてはもちろん相手を配慮した上でっていうことになるんですけど、その自分のプレイスタイルとかそういうのを貫くことを優先するという、それが鉄が思うこのデュエリストという括りになります。こう今コメントの方でもね、デュエリストだわとこう共感していただけた方もいるみたいで嬉しいですけど、もちろんこの遊戯王プレイヤーという自分が言う人であってもデュエリストに当てはまるような方もいると思いますし、本当これは自分の見方として取ってほしいのがこの話題です。はい、じゃあこの遊戯王プレイヤーとデュエリストというこの2つのユーザーを鉄の方から見たときに、まあどういう話かってなると、どうしてもですね、対戦の結果、まあ大会の結果ですね、あとまあ先ほど話したカードのデザインですね、あとはその何か結果とか成績、話題を残したようなその人のキャラクターによって位置づけられるっていうこともあると思います。ですけど、このカードではなく、それを使う人ですね。人側。このカード、まあ確かに大会結果とか見たら、このデッキっていうのを見て皆さんこう判断されるっていうのがもちろん主だと思いますし、強くなる上でデッキレシピを見るっていうのは普通だと思うんですけど、その使う人ですね。人に焦点を当ててみると見えることもあるんじゃないかということですね。で、遊戯王をその実際にする人っていうのももちろんですし、この大会を企画したり多くの人と接したりするときに、こういうまた一つの見方ですよね。このガチとファンとかトーナメントとカジュアル、そして今自分が言ったようなその遊戯王プレイヤーとデュエリストという見方を視野を持ったときに、もっとですね、大きな視野が持てるんじゃないかなっていうのが自分がふわっと思っていたこのくくりなんですよね。はい、あ、コメントのちょっと流れますね。魔導青龍時代デッキはみんな同じだから優勝者の名前とかで判断すべきですか。そうですね、ちょっと内容ということになってくると自分もあんまり弁が立たなくなるんですけど、デッキレシピを見てもちろん分かることっていうのもあると思うんですけど、その使ってる人っていうのにもやっぱり味があると言いますか、いろいろあるんですよね。この人のデッキレシピ2つとも同じなんだけど、実はこの、まあ、この人はこういうプレイスタイルがあったり、まあ本当面白い人とかね、まあ、ちょっとそれ以外の見方があるっていうのがね、どうしても自分がこうガチとファンとかカジュアルとトーナメントっていう、それってカードを見ての住み分けの仕方って思うところがあって、なんかそれでしっくりきてなかったんですよね。そのある意味ファンデッキって呼ばれるものでも、例えば結果を残したらガチデッキと思われると思いますし、カジュアルプレイヤーであっても、なんていうんですかね、自分に厳しい、対戦に厳しいっていう人がいればトーナメントプレイヤーの素質を持ってるとか、そのどうしてもカードとか結果だけにとらわれているような見方っていうのを自分が今まで見てきたので、まあ、それ以外にも今回その遊戯王プレイヤーだというリスト、まあ、この故障が正しいかどうかはまた別としてですね、そういう見方もあるんじゃないかっていうのが今回のテーマの、まあ、オチですねなります。はい、で自分はまあ後者でしょう、まあ、デュエリストでしょう。遊戯王プレイヤーじゃなくデュエリストですね。鉄ラジを長く見聞きしている方であれば、自分が聖騎士が好きだったり、まあこの格好でね、大会に出たっていう、参加者側で出たっていうのはなかなかないですけど、まあある程度のこうなんでしょうね、まあもちろん勝ちたいですよ、勝ちたいんですけど、
それ以外の部分を求めるプレイスタイルを貫くというか、まあ、そういうねところで、で自分のこのプレイスタイルとかこう好きなカードと、まあ、環境の方がですね噛み合った時にたまに勝利するのが、まあ、鉄ですよという、まあ、これが本当のオチですね。はい。まあ、お時間の方もちょうどいい感じに終わりそうですね。はい。ガチにも対抗できるファンデッキを作るのが理想というねコメントも寄せられてます。本当ね、自分はね、まあ、パワーカードの下りでありましたけど、こう逆転っていうのがね、そのカードじゃなくてそのデッキで逆転みたいな、こう抗うみたいな反骨の精神とかね、なんかそういうのはちょっと好きでね、いや嫌なわけじゃないですよ、トップデッキが嫌なわけではないんですけど、そういうこう自分の中でドラマを持っていくっていうんですかね、なんかそういうのは憧れるとこはありますね。はい。うん、反逆の牙、地雷で緊急状。ありがとうございます。鉄ラジオをよく見てくれる方が多いみたいですね。はい。それでは3枠目はここで終了とさせていただきます。でこの後は一応4枠目ですね、鉄のコーナーとして予定させていただきますので、あとの2つおそらくこのペースだと喋れるでしょう。はい。ということで一旦のお別れして、今度はツイート忘れないようにやっておきます。それでは4枠目でお会いしましょう。一旦のお別れです。ありがとうございました。どうも皆さんこんばんは、テツです。
鉄遊戯王チャンネル200回目ということで、4枠目になるとですね、少しこう、なんでしょうね、ランナーズハイみたいな状況ありますよね。ラジオを最初にやる前は200回だから、あーちょっと頑張らんといかんなみたいな、もっと面白くせないかんなと思ってたんですけど、少しずつですね、緊張がほぐれるというか、楽しんだ方がいいなみたいな、そんなね考え方になってきますよね。はい、コメントありがとうございます。あ、200回激励のコメントおめでとうじゃないありがとうございます。はい、それではですね、鉄遊戯王チャンネル今4枠目ですね。こうか、4枠目は3枠目に引き続いて、鉄の担い手はここに一人ということで、語りのコーナーが続きます。4つ話題を用意したんですけど、今日全部喋ることができそうです。ひとえに皆さんのおかげです。ありがとうございます。それではコーナーの方に移っていきます。引き続きよろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。鉄遊戯王チャンネル4枠目、担い手はここに一人のコーナーです。さあ、でーんということで、ね、流れてますけど、ちょっと4枠目なんでね、気合い入れていきましょうかね。はい、ということで4枠目は、3枠目の方でですね、話せなかった話題をここで取り上げて話していきたいと思います。はい、あ、こんばんはって、喋れなかった5枠目でね、そう、もう200回だからやりた放題みたいになってますけどね待ってました、ありがとうございます。それでは次は3番目に多かったね、あとはもう残りの2つみたいなところありますけど、次はこの話題いきたいと思います。似合ってはここに1人、テーマ成功と大成功ということで、こちら大会運営の話ということになってます。はい、今ここまで聞いてくれた方ならもう察してるかもしれませんが、直球な話題ではなくですね、少しこうこんな考え方もあるよみたいな、まあ、オチとも言えぬオチがつく、そんな語りを続けております。はい、じゃあこの成功と大成功、大会運営の話ということでやっていきたいと思います。あ、ちらちら見てるのは原稿見てます。はいここで触れるのは大会、それも運営側についてのお話となります。成功と大成功、この文字通り捉えるがですね、どちらの結果の程度を示すということで、どちらも成功したことに変わりはありません。どちらもいいことです。はい、自分自身が大会を企画するときにですね、そのあがじゃないですよ、まだ逆説じゃないです、はい、自分自身が大会を企画するときに、その指針としてですね、成功と大成功について考えます。自分が企画するといったら、まあ、鉄チャンピオンシップとか、まあ、大なり小なり大会をするときですね、成功と大成功という考え方をするんですよね。背景として遊戯王の非公認大会チャンピオンシップ CS ですね、これが盛んになり始めた頃を思い出すことが多いです。その時期に比べたら成功、まあこれがちょっとイコールとしてですね、大会自体を企画して運営するだけっていう言い方もなんですけど、それ自体は今珍しくなくなってきたのではないでしょうか。皆さんの周りでもよく見かける光景だと思います。そしてこの運営側、特に参加者側にとってもですね、イベントに慣れてきたっていうことも挙げられると思います。まあ、ちょっとここだけ聞くとですね、なんぞやっていう話になるんですけど、最初期ですね、本当に今遊戯王が20周年っていうことで、この20年あったら、自分が運営にかかり始めたって言ったら、この、まあ、半分よりちょっと前かなとか、そんぐらい、まあ、かなりもう前の時期、まあ、これを最初期、非公認大会があるかないかのそんな時期ですね。であれば、その大会自体が何なのっていう、まあ、遊戯王のルールは分かると、パックを買って40枚のデッキを作って対戦する、それは分かるんだけど、まあ、大会あるよと、あ、みんなで対戦するんだなと、
大きな会場で商品とか出るかなとか、そういうイメージっていうのはちょっとあるかもしれませんけど、その大会の会場に実際行ってですね、この受付をしたり、どうやってマッチメイク、まあ、対戦者が選ばれてどのようにして席に着くのか、もうこれ自体が初めてだった、そういうのがあると思います。実際に初めて大会に出る方っていうのはこういうことがあると思いますし、これがもっとその非公認大会っていうのを見聞きしたことがない人同士、本当にまあ自分のような本当最初の古い頃からやってるような方っていうのはちょっとイメージが湧きやすいかもしれません、うん、いや全然今が悪いってわけじゃないですよ、この話としては。はい、じゃあ進めていきますね。で、今では参加者の方はですね、自発的に動いて、運営の人がはいここに座ってくださいと言わなくても大会自体の勝手が分かるっていうのは、皆さんこの話を聞いててですね、まあ思い当たることがないでしょうか。まあむしろ普通じゃないっていう感覚の方もいるのではないでしょうか。はい、ね、でここでちょっと話が、まあ、戻るというか本題に入ってくるんですけど、1階の遊戯王ユーザー、まあ一般人ですね、まあ、鉄もただの人です。普通のなんかすごい役職についてるか、そういう人じゃないです。普通の一般のユーザーですね。1階の遊戯王ユーザーで、この一般の施設ですね、まあ、小さいのから言えばショップだったり公民館だったり、まあ、会議室とか、まあ、もっと大きい会場とか、そのそこを借りてですね、イベントを運営するっていうのを、まあ、旗から聞けばですね、そこまで異常、まあ、異常っていうのはその、常と異なるっていう意味の異常で、そんなに驚かない事態かもしれません。少し見方を変えればですね、まあ、学業、まあ、学校ですね、まあ、小学校、中学校、高校、もう何でもいいです。あと、仕事ですね。社会人として外に出て働いてる人でも、その、まあ、レクリエーションですね、まあ、体育祭とかも今でやったらもう近くのね学校とかで運動会とかあってますけど、それとか、まあ、飲み会一つとっても幹事とかやる方っていうのもまたいると思います。この運営に近い方っていうんですかね。で、いずれにしてもその珍しくはない、異常ではないんですけど、こう少しですね特別なことをしているっていう感覚はあると思います。やっぱなんかリーダーやるなり幹事やるっていうのは、その敬遠する方もいるぐらい、そのちょっと一段階上というか、まあ一個進んだことをやるような、そんなイメージっていうのがあると思います。で、その反面ですね、まあここからがちょっとやっとですね、前より長かったんですけど、大会、遊戯のこの大会ですね、大会からの波及、大会開催してこうビヨーンとこう波紋がね広がっていく、この大会当日楽しんで、皆さん楽しむと思います。当日以外で何かを感じることっていうのは少なくなったんじゃないかなと思うんですよ、うん、ここがポイントです。ここはね、はい、この大会の頻度から考えればですね、大会の結果自体が多くなって、それが喜ばしい、いろいろ見れますからね、あるんですけど、その一つ一つに焦点がこう当たりづらい。やっぱり一個の大会結果しかなかったらこうみんなこう見ますし、それをもう深くまで読みますよね、読み込むというか、この大会についてよく知ろうとすると思うんですけど、大会が多く増えればどうしてもこう分散しますし、その結果自体がそのふわっとした感じでこう見ますよね。特に、まあ、今日もいろいろね他のコーナーでも上がってますけど、現状は新しいカードの登場タイミングも多かったり、大会自体がそれによって一つのイベントというよりは過程とされるようなことがあると思うんですよね。さっき言ったこの焦点が当たる当たらんの話もそうなんですけど、もうあくまでこうなんですか、ざっくりとこう見るっていうんですかね、まあ本当極端な話、軽んじられるような事態っていうのがあるんじゃないでしょうか。でここからちょっとまた進むんですけど、自分で言うんだったら恒例行事とかそんな感じですか、
恒例行事っていうのだと何ですか、まあ、例えば年末の大会があるからっていうのは、うん、そのいい悪いっていう話じゃないんですけど、それはその焦点っていうのがあるんですけど、何でしょうね、まあ、常にあるものというか、まあ、恒例行事って言い方もできるかもしれませんが、その特筆するものではないような感覚っていうんですかね、何でしょうね、ある意味学校に行くとか大会そのショップに行くみたいな、その一つの行為になってるようなところがあるんじゃないかなっていうところですね、はい、で自分で言うんだったらあってしかり、あ、なるほど、そのコメントですね、そうです、あってしかり、ね、ありがたみがないとかそんな話ではないんですけどね、そういう感覚もね近いと思います、はい、で自身で言うんだったら、まあ、活性化活動ですね、はい、遊戯を盛り上げようっていう活動で、大会を、はい、文字だけ結果で見れば終わりみたいなコメントね、そうですね、ちょっとねそういうところはちょっといい感性ですよ、はい、大会を完遂、大会を無事終えることですね、それを成功という見方をするなら、その大会が終わって、まあ、前後してもいいです、大会の前からでもそうですし当日もそう、大会が終わってからもそうですけど、そこから何かが生まれる、その大会以外の部分ですね、まあ、大会の中でも生まれていいですけど、遊戯王のさらなる盛り上がりにつながる、これが、まあ、活性化と自分が言うもので、ここで言う大成功という言い方をしたいんですよね。成功させるの自体ももちろん難しいものですよ、まあ、もちろん簡単だっていう人もいるかもしれませんけど、やはりそのやっぱゼロから立ち上げたりすることもあったり、やっぱ不特定多数の人が来たり、やっぱり仕切る側っていうのはそれなりのスキルとか経験とかが求められるもので、成功させるだけでも難しい、労力がかかるものですけど、まあ、あくまでそれは成功という括りで、自分が、まあ、活性化としてやっていきたいのはその大成功ということですね。大会が終わって、まあ、大会があるから、大会当日も、まあ、遊戯をやれて楽しい、じゃあこれをまた今度どっかでやろうとか、まあ、いろんな波及の仕方あるんですけど、それが大成功というものではないでしょうかということなんですよね。開催して、まあ、何度も繰り返しますけど、開催して大会を無事終えることはある意味当然っていう、まあ、現在、まあ、その大会の数が多いっていうのもしかりなんですけど、でこう単純に規模や知名度を拡大するような成功の上位互換、まあ、この50人の大会が成功とするなら100人の大会やったら大成功って言えるねとかで、今までは誰にも知られてなかったけど、この大会単純にやったら知名度が広がったから、あ、これは大成功だねっていう、そんな大成功もあっていいと思うんです。で、大会自体をやるだけでも意義がある、やっぱりないよりあった方が絶対遊戯を盛り上がっていきますし、それ自体で何か動くこともあるね、大なり小なり、成功じゃなくても大成功でなくても何か動くかもしれない、アクションをすることが大事ってことですね、まあ、そういう見方もあります。で、ここまでいろいろ語らせてもらいましたけど、自分はそれらを全て内包するような大会、自分で言えば鉄チャンピオンシップというものはそういうものでありたいと思っていますっていうのが、はい、このテーマ、成功と大成功ということでした、はい、まあね、ちょっとね、決定づけるものとかね、そういうものがないので、どうしてもこうふわっとしたような印象を話し方にはなってしまうんですけど、自分がそのように考えているのかなみたいな、こんな考え方もあるんだなって思ってもらえれば、まあ自分としては一つの活性化にもなるのかなって思ってます。はい、じゃ あなんか聞きたいことあったら全然コメントしてくださいね。聞き入るっていうのが嬉しい反面ね、ほんと一人語りになっちゃうんでね、はい、じゃあ最後はこちらの話題ですね。自分が一番苦手としそうな話題、まあ、苦手にしちゃいかないんですけどね、こちらですね、泣いてはここに一人、最後の4つ用意したテーマの最後はね、
誰も聞きたくないというアンケート結果だけ見ればだったこのティーチングと曲解っていうね、ティーチングっていう言葉自体はまだわかると思うんですけど、曲解とかね、まあ、なんて言葉使ってんだよって話になるんですけど、まあ聞いてください。はい、まだ原稿をねちょっと用意してます。まあ、ティーチングと曲解ということで、自分は聞きたいところありがとうございます。そういうね少数派の意見というかね、そういう声が嬉しい。はい、押し忘れた、友達に気楽に始めてもらえないんですよ。ああなるほど、いいですね、そういうのいいですよ。はい、ティーチングになってしまいます。これ以上の発言はできないです。デュエルを進めてから質問してください。ティーチングっていうのはジャッジが裁定すること、まあジャッチングと言われることもあるんですけど、あるいはデュエルの進行を補助した、それがアドバイスになるような行為を指します。まあ自分は考えてますっていう言い方をちょっと付け加えさせていただきたいんですけど、まあこれがティーチングと呼ばれるものとした上で、もとより公平公正であるべきジャッジ、ひいては運営スタッフ、発言の内容次第ではデュエルに、もともとのデュエルに存在しなかった材料を提示することになって、その影響っていうのはやはり大きくなります。本来あるべきデュエルっていうね、これが尊重される中、まあ、昔からそうかもしれませんけど、本来知り得なかったこと、起こり得なかったことは、このデュエルの本質を揺るがすことになってしまいます。はい、ですがっていうところなんですね。ベーラーケアとかですか。ベーラーが見えた見えないとかいう話になっちゃうかな。定義づけが難しいです。そうです。その定義が曖昧なんでね、ちょっと申し訳ないんですけどね。はい。ではちょっと話を進めていきますね。ここで見方をちょっと変えてみましょう。デュエルの進行に支障をきたしてジャッジを呼びます。ルールがわからなかったり、お互いに進行できないような状況、問題があったり、様々だと思います。そこで本来あるべきデュエルですね、これに戻すためとはいえ、何かしら運営またはジャッジが入るということは、本来持ち得なかった知識を与えるということではないでしょうか。それが結果的に冒頭で述べたティーチングと言えてしまうんじゃないかっていうのがこの話なんですよね。はい、ちょっと進めていきますね。カードの効果一つとってもそうです。ジャッジングを受けるまで、ジャッジから何か言われるまで、本来のカードの効果を知らない、もちろん知った上でデュエルに臨むのが前提なんですけど、まあ自分が思っていたことと違ったカードの処理っていうのがあったんですよね、まあ、この場合というかこの話だと。で、まあ、ジャッジにこれは本来、まあ、こういう効果なのでこの処理をしてくださいって言われた時に、少なからずこのジャッジングを受けた後で、このまあ、ここで言ったら、まあ、哲さんがその聞いたんであれば、まあ、遊戯王プレイヤー、デュエリスト、まあ、どちらでもいいんですけど、知識っていうのは増えますよね。あ、このカードこうだったんだ。あ、そうなんだ。で、ひょっとしたらですよ、なら、このカードの効果これなら、こういうプレイングできるな、こういう勝ち方できるんじゃないかって言って、ひょっとしたらそのプレイヤーのレベル上がっちゃうかもしれないんですよね。うん、気づかなかったことに気づいたりして、その人のプレイングが変わるということです。はい、その通りです。はい、コメントいただきました。で、まあ、ここからまだ進めますと、珍しくない事例として、まあ、実際に起こってから呼んでくださいとか、直前の段階になってからでしかお答えできませんっていう、そういうルール設定をしている大会っていうのもあると思いますし、自分もそういうことを採用したことがあります。で、そういうルールっていうのはあるんですけど、こう、今の話を前提にするとですね、まあ、極端、すごい極端な話ですよ。何してもティーチングになるっていうか、まあ、程度もあると思いますけど、そういう前提があるなら、先に
その盤面とか呼ばれるタイミングが早かったとしても、そこでジャッジが、まあ、あくまでそのティーチングじゃなくてジャッジングということにはなるんですけど、そのデュエルが進んでもう巻き戻せないというか、ぐちゃぐちゃになった傷がもう深くなるよりは傷が浅くて済む、引いては大会の進行に、まあ、円滑なプラスになるようなことができるんじゃないかなと思うんですよ。ものすごく極端なんですけどね、まあ、ちょっとね、あの開き直るじゃねえかって言われるかもしれませんけど、まあ、そのティーチングっていう考え方、今のここまでに言ったティーチングの捉え方があるんであれば、そういうジャッジングっていうのをもういいじゃないかとすれば、大会自体の進行は円滑になるんじゃないかっていうところなんですよね。まあ、なのでこの先ほどが定義がっていうことがねしきりに出てるんで本当申し訳ないんですけど、まあ、ティーチング自体がそもそもどう定義するのか、アドバイスっていうのが何なのか、まあ、これっていうのはちょっと今自分が何か申し上げるっていうのはないんですけど、ものすごい話が飛ぶとですね、こうデッキ一つめくれるじゃないですか、デッキトップが。でこの一枚がめくれた時に、このカードがどのようにデュエルに影響を及ぼすのかっていうのも、こう本当人それぞれというか、取り方一つ、もう制限カードであろうが、なデッキに必須カードであろうが、やっぱりこのそれこそ20年ある遊戯王でもむちゃくちゃなカードあるんですよ。今なんすかね、何千枚ってありますよね。でそれはある程度こうアーキタイプとか絶対採用しないっていうカードはあるんですけど、もうその可能性は無限じゃないですか。まあ、なので、まあ、これも本当開き直りですけど、デュエルその1枚めくれてどうするかっていうのも本当なんか答え出せないんじゃないかなっていうのも思うんですよね。出さないといけないんですけど、はい。ということでこのジャッジング、ティーチングを考えれば考えるほど深みにはまっていきますねって言って、答えがないのが今回のこのティーチングと曲解というこのテーマに対する話題になりました。はい。これ4つの話は終わりです。ちょっと2人に声かけて、担い手ここに1人を締めていきましょうかね。シャリさん、三原さん、はい、こんばんは。はい、こんばんは。いやー、はい、こんばんは。ほぼ60分ずっとお話されてましたね。ちょっとね、はい、喉がなんか自分入れてくれればいいんですけど、でもね、てつさんがね、他のあのを許さないか流れだったのでね。頑張ってました。若干話してたら熱くなるところはあります、ね、話したいはありましたよ。めちゃくちゃあります。はい、まあけど話したいだけなんですよね。もう自分の中で答えが出てないことが多いので、まあこれを聞いた皆さんが、まあ、どう思うかっていう、まあ、それこそもうお二人もそうですけど、まあ、そういうとこなんですよね。まあ、ただなんですかね、この全体を通して言いたいことの一つに、何でしょうね、見方っていうの本当いろいろあると思うんですよ。それこそミカロさんが遊戯の魅力がたくさんあるって言ったように、でシェルさんがこんだけの遊戯王のカードのデザインがありますよって言ったように、その何でしょうね、こう視野を狭く持ってるのは何ですか、もったいないというか、もっと広く見たらやれることもあるんじゃないか、もうやれなくなることもあるかもしれませんよ。こう多くを知ってしまって動けなくなるっていうのもあると思うんですけど、ちょっとねそういうとこを感じてくれたらとかね思ったりもするんですよね。はい、いいっすかね、こんなんで。いやー、ありがとうございます。哲さんこんなにお話されてるのも久々の、まあ、言語作ってもほんと記念放送だなっていう感じですね。原稿作ってるんでね、ちょっとそれは大きいんですけど、ね、いつか投稿しようと思ってたものをオチをつけずに放送するっていうね、生放送の醍醐味ですよね、多分。はい、テスラジですもんね。そうです、まあ、鉄のね考え知って、まあどうかみたいなところですね。はい、じゃあちょっと4枠目の締めの流れということで、お二人にもね来てもらったんですけど、
一応鉄ラジの予定していた放送は4枠であったんですけど、まあ、いざ今回200回の記念ということで、いざちょっと時間ないから黙ってもらっていいですか。5枠目ということで、まあ、今回遊戯王について4枠使っていろいろ話させてもらったんですけど、鉄ラジ自体にですね、パーソナリティ自体に焦点を当てたような話、それこそ裏鉄ラジと呼ばれるようなタイムシフトに残らないアップロードもされないような内容でもう一枠いけたらなと思います。ちょっとね、平日で付き合ってくれてる、ね、方も多いんで、嬉しいことは嬉しいですけど、ちょっとね、意外な一面というか鉄ラジらしくない、ある意味鉄ラジらしいような放送を5枠目にお届けしたいと思います。はい、5枠目来たということでね、そんな感じです。200回続けられたのは本当皆さんのおかげです。誰も来てくれんかったらですね、さすがに続けられないと思いますし、やっぱり声が上がるとですね、パーソナリティも励みになりますし、本当皆さんのおかげです。まあ相まってですね、まあ話にも何回か出ましたけど、自分がやってるテチチャンピオンシップという大会も今回年末開催すれば10年目という節目を迎えますので、今日の放送も手伝ってもっともっとですね、遊戯を盛り上げられるようなそんな大会をお届けしていきたいと思います。ちょっとお二方の顔は出ませんが、一応手伝い予定していた4枠目はここで放送終了となります。5枠目よかったらお付き合いください。一旦のお別れですにしましょうか。ありがとうございました。また5枠目で会いましょう。喋っていいのよ。からね、はい、皆さんこんばんは。鉄異業チャンネルです。あ裏鉄ラジということでね、5枠目やろうかなと思って、だいぶ砕けた感じになるんで、本放送と違うなって思った人はちょっとね、あのブラウザを閉じた方がいいかもしれない。急に推奨されるブラウザバック、ブラウザバック。この放送は見ないでねっていうね。はい、まあ何でしょうね、200回やってきて、あ、まあ、シェルさんが言った方がいいんですけど、まあ、自分が言っておきますね。今日ちょっとね、シェルさん体調悪いんでね。いますよ、いますよ。はい、4枠目までは、まあ、番組としてね、こうカチッとしたやつをね送ってきたんですけど、まあ、シェルさんがね、こうポツッとこう番組そのものに焦点当ててないと、こうパーソナリティ自体に焦点当たってないから、ちょっとその辺話した方がいいんじゃないのってことで、こうね、ざっくばらんに話すって感じで、ね、まあ真面目って流れた時点でちょっともうアウトなんですけど、これ裏手ずらじということで、シェルさんはいつものことということでね、まあなので5枠目はタイムシフトとかも残らないですし、いや残せない感じがしますね。変なことを言うわけじゃないですよ。雑談からの派生してみたいなね感じで話していきたいと思います。はい、じゃあなんすか、シェルさん何から話した方がいいですか？200回に関してとかですか？200回放送ってね、やっぱり、まあ、言っちゃいますけど、すごい4年間も大変で、てつさんよくやったね、と。あ、そこまで。はい、まず、200回。だって200回とか、うん、無理ですよ。頭おかしいんじゃないですかね、てつさんね。はい。知ってました。は？知ってます。あの第1回放送の URL 今貼りました。まだ第1回放送の時はですね、こうオマージュ感が強くて、あと放送内容自体がかなり緊張してるんですよ。で、あ、はいはいはい、放送してる時に、え、これ生放送じゃないの、なんだみたいなね、放送もあの言葉とか流れてるんですよ。原稿しか見てないから、はい、だけあれこれ生じゃないんだ残念っていう感じで流れて、ガチガチなテスさんで言われて、いや本当今はこのようにして喋ってますけど、まあ、ちょっとした原稿とかを用意してですね、であと、まあ、オープニングなら本当オープニングとかいう感じで作ってて、もうこれを喋りましょうと。だからこうチラチラ目線とかやってますけど、それもできない、コメントすら拾えずに、はい、で喋ってて、そのリスナーが言われたんですよね。あら、これ録画してる放送なのか、ちょっと残念だなみたいな感じで言われて、急に、あ、見てますよ見てますよっつってね、言ったのを覚えてますけどね。
興味ないんすか。いや、あります。ありますよ、あります、あります。いや、すごくてね、まあ、哲さんの準備もね、すごくてね、個人的にはね、あの、はい、パーソナリティとなんで言われたんだーっていうね。あ、ちょっと飲み物飲ませてもらいますね。もう、裏手さんなんで、はい、もう、普通に番組中に飲みます。パーソナリティ、そう。だけ、あ、これ日付、日付分かりました。2012ですね。12からの4年ですね。はい、11だと5年目になる。あ、はい。2012年の4月5日の木曜日、この木曜日はね、変わってないんですけど、はい、ああ、そうだ、放送時間違ったんですね、10時からだ。そう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 、そう、嘘めのね。10時からやったんですよね。懐かしいですね。後で見れるようにツイートしてもらって。触ってますよ。コメント、なんか変なところで見ますけど、はい、カード触ってますよ。すごい触ってますよ、今。あ、第1回放送のツイートですね。あ、やっときます、はい、やっときます。来週あたりからちょっと自分のコーナー、あの、コメントで言っときますけど、自分 DD について、ちょっとね。DD ブルーアイズですか？はい。いや、いやいや。どんな出来だよ、みたいな。DD ブルーアイズブラマジ。DD ブルーアイズブラマジ。原作と今が融合してます。はい。はい、まあ。50回から見通しとかおるらしいですよ。すごいっすね。すごいですね。50回から毎回生放送で見てるとか言ったらもう多分、あれですよ。シェルさんとミカロさんを超えてるんじゃないですか、その、時間的にそのパソコンの前にいた的なことを言えば。すごい。すげえな。テスさんは金髪時代からって、あ、これやばいね。下手なこと言えんな。金髪だったんもう、テツラジ関係なくなったんですよ。金髪を知ってるってことは、あの、TCS 以前の話からせないけなくなりますね。最初の頃ですね、本当に公認大会出始めた頃が、そんな感じでしたね。はい、あ、なるほど。いや、テツさんもね、このテツラジをやろうってなった時には、自分びっくりしました。ああ、どうしたん、ね、なんか。その、前身が、シェルさんがまだニコ生を、シェルさんがメインでやってた時あったじゃないですか。そうなんですよね。そうそうそう。この、その時のゲストがテツさんだったんで。こっちか、あ、違う、こっちか。矢印の差し方がわからん。こっちね。シェルさんが、もともとニコ生、それこそニコ生が流行ってた時ですよね。そうですね。今はニコニコ動画自体がね、はい、言っちゃあれですけど、ちょっと衰退してるところで、はい、シェルさんがゲストに呼んだんですよね、うん、自分。最後のゲストがテツさんだったのかな。ああ、そんな。最後の、その前が、多分 J スピードさんとかだった。もう、だいぶ最後の方ではありましたよね。で、うん、結局自分がやるからシェルさんもこっちに来ますよね。はい。その自分の放送じゃなくて自分の、こっちのね、あれするから。そうですね、はい。視聴者の見込みはあったんですかって。ああ、そうなんですよ。だから、まだニコニコがすごく盛り上がってて、ああ、ちょっと暴走族がね、あの、ちょっと申し訳ないですね。ニコニコが盛り上がってた時だったんで、なんでしょうね。あの、必ず見る人はいるっていうのはちょっとありましたかね。あの、今は。難しいですね。どうなんですかね。今って、あんまり自分がそのニコニコのなんですか、暇つぶしに動画を見るっていうような、あの、そんな習慣がなかったんであれですけど、かなりのユーザーが見てたんじゃないですか。そうですね、全盛期っていうのは、うん、ニコニコ全盛期がそれぐらいですからね、うん、結構前の方がね流行ってましたよね。前で番組の最初の時ってなんでしょうね、見る数っていうよりもやっぱこっち側ですよね、放送する側のこう心配。はい。緊張してガチガチみたいな。遊戯王関係というか、その、あ、遊戯王かな。遊戯王のその、こういう動画配信、生放送ですか。する人がまず減りましたよね。はい、あ、そんな感じがしますね。あの、テレビゲームとかだと、実況動画の配信だったりとか、その、あったりしますけども、遊戯王的な、界隈で言うと、その配信者が減ったような、あの、ほら、ツイキャスとかもあったじゃないですか。そうですね。ニコ動でツイキャスに流れて、はい、今はもうないのかな。そうですね。対戦動画する人も減っちゃったり、うん。コメントでエアーマンとか流れてる。本当にその、エアーマン召喚してなんかちょっと倒せないみたいなね、その、そんな時代の時かな。
ああ、もう本当、全盛期というか。そうそう。ニコニコが盛り上がってるから、なんかニコニコを引用した、その、対戦中にトークとかもあったりとか、なんかそんな気はしましたね。こう、エアーマンが出りゃね、やっぱそう、おう、みたいなね。と、ああ、その、ニコニコ動画がすごく、その、周知されたタイミング、多分、生放送なかった気がするんですよ。そのなんか、撮ってあるその動画を流すみたいな。コメントに流れてる。空見みたいな。あれニコ動をツイキャス、今 YouTube だ。その流れですよ。YouTube 増えましたね、かなり。そうだそうだ、今 YouTube ですよね。まあ今 YouTube もその、結局やってる人が多いから、あの今さっきの自分の話じゃないですけど、なんでしょうね、こう分散してる感はあるんでしょうけどね。そうですね。やっぱ投稿のしやすさみたいなところもあるんじゃないですかね。確かにね。そうですね。はい。その分ブログが再燃してますよね。そうですね。あの、ほら、三河さん、ちょっと褒められてるじゃないですか。その、いいものを残せやないですけど、方向転換、はい。ちょっと乗ってやってくださいよ、このコメント。そうですね。あの、ブログ、あの、まず、ツイッターが大流行したと思うんですよ。はい、あのもう簡単に投稿できるじゃないですか。ブログって記事にしないといけなくて、で、まとめ、文章をまとめてると、日も経ってしまうし、その書こうと思ったことをどんどん書くタイミングを逃していったりとかしていったら、していく中で、その、まずツイッターでその簡単に書けるっていうのがすごく流行ったと思うんですけど、あの、はい、そうしたら今度簡単すぎて伝えたいことが伝わらなくなるというか、やっぱ短い文章で、物事を把握するって割と難しいことだと思うんですよ。変な誤解されたりだとか。はい。はい。であったり。するので、そうしたらまた改めて、ブログに書き溜めて思ってることをしっかり書いておいたり、あるいはその、振り返りとか。あの、遊戯王で言ったら、例えばですけど、少し前に流行った、ゲートボールとか、そういうなんか、昔の遊戯王をやるみたいな習慣が、一瞬、その、ブームとしてあったと思うんですけど、そういう時にその、昔の記事を振り返ることをしようと思ったら、やっぱツイッターって難しくて、例えばブログだったりとか、その大会結果を掲載してるとこだったり。大会テスラ上見た方がいいってことですか、はい、とか、そういうのでまた再燃してたりしますね。はい。残るものっていうのは確かにあるのかもしれませんね。その、あともう、コメントでもいただいてますけど、デッキの鮮度が一週間ないって、これ本当に重要なところだと思ってて、あの、書き残す必要もなくなってきたところはありますよね。あの、そうそうそうそ う, そ う, そう。制限改定が年4回になって。制限改定早いのさ。はい、そう、早い。めっちゃ早くて、気がついたらあれみたいな感じになってしまう部分あります。だから、なんかこう、例えばですけど、大会勝ったから、あの、ブログにデッキ書こうって思ったら、あ、制限変わった、みたいな。ってなったりすると、ちょっとなかなか難しいです。書こうと思って、そんなさ、一日で書こうと思って思っても、なんか、いや、今日いいわ、とかって思ってたらさ、気がついたらなんかもう、なんか、遅いみたいな感じになってても、あれですからね。それはあるかもですね。せっかくこのデッキについて書こうと思ったのに、もう環境変わってて、なんかね。そう、なんかものすごい、ものすごいぶっ壊れカードが出ましたみたいな感じで、なんか新しいデッキ切っちゃったら、そっちのメタみたいな感じにばっかり。流れちゃったらね、あれ。だからね、そういう点では、この今見てるリスナーっていうのは、ある程度その、まあ、すごい大きな括りですけど、こっちの考えに近いような方が多いんですかね。その、ありがたいお話ですね。残るものっていうことをね、三河さん言われてましたけど、まあ、ある意味これも、1回の放送は区切られてはいきますけど、200回残ってるものじゃないですか。はい。まあ、なので、なんでしょうね、考え方を近くして共感できるような方も多いんですかね。ブログとかツイッターとかこういう、まあ、動画とかに残るのもいいんですけど、やっぱり一番残りたいのは人の記憶です。頭の中に残りたいですね。いいラジオだったなとか、ね、そういうふうに思ってほしいですね。なるほど。赤い人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 、今、鼻に指突っ込んでました。もうね、意図してる感があってね、もう、ぶん殴ってやろうかな。その、まあ、つもりながら。
あれですよね、これは有用に限らずってことにはなるんでしょうけどね、その媒体が増えすぎてるじゃないですか。そうですね、時間進むけどどうしようもないんでしょうけどね、なんかこう、まあ、古いね、まあ、なんか老害とか言われるかもしれませんけど、そのどうしても古い時代の遊戯王から始めてるから、そっちが思い出補正とかもあるんでしょうけど、こうやっぱ眩しく見えちゃうんですよね、今からするとこう200回の最終回スペシャルに聞こえてしまう、ね、終わりませんよ終わりませんよ終わりませんよ、はい、MM の時の宇宙は覚えてます。そう、あ、いい、そのコメントの方、座布団1枚、あの座布団1枚、はい、あの鉄ラジでね、ワードを覚えちゃう、ワードが生まれたじゃないですか、ワードがいろいろ、もうほんと身内ネタになりますけど、はい、あの最初はね、こうカードいっぱい出したら、こう紙配置とかね、あのあとこうシェルさんの選択肢で勘弁とかをね、あれなんて生まれたのか、それでも謎だよ。なんかあの2択の質問してるのに3択目に聖騎士ってあったり、あとなんか無敵とか無双の帝みたいな、なんかやたら多い。やっぱ何かしらやっぱ200回もやれたら歴史ありますよ。そうですね、いろんな、ね、いろんなことありましたね。機材トラブルもありましたし、もうなんかいろんなことありましたね。ありますよ。やっぱ4年もやりよったらですね、もう行事ですよ、これ。行事というか、もう生活リズムに入ってるんですよね、こう。やっぱ木曜日のね、こう、晩ご飯なんか食べよったら、こう、今日ラジオよねって言って、家族が言われて、ああ、そうよ、みたいな、なんかこう、生活リズムに入ってて、ね、そしたらね、シェルさんは自家用ジェットでね、うちに来るっていう話もありましたしね。確かに、はい。シェルさんの自家用ジェットの、ダンボールの自家用ジェットで話しました。でも爆散して。シェルさんのくるくる詐欺もね、もうね、4年続いたわけですからね。TGS 行く行くっつってね、一丁コンっていうのが、ね。はい。行く詐欺というね。行く詐欺ですね。はい。あ、じゃあ、シェルさん来たらよ。手伝い最終回じゃないですからね、これね。最終回ですね。ねえ、MM の時の宇宙とかね、なかなか、宇宙は結構テスラ上飛び出したんですよね。自分が行ってる地元の大会で宇宙って聞こえて、おってこうなりますよね。マクロコスモスとか、あの宇宙の就職貼られてるわけじゃないですよ。なんか MM 回してる人が宇宙だって言ってて、おーっつって。ちょっとそういうの見ると嬉しかったですけどね。いやー、未だに覚えてますけど、その、第5回 TGS、11年の年末ですかね。やった後に、テスさんが、ラジオやる。毎週やるラジオ放送してくって言った時に、最初何を言ってるのかわからなかったんですけど、今こうして200回続けることができたんで、よかったです。なかなか辞めることができない人なんで、ちょっと汚い字、ミカさんが好きなもの汚いじゃないですよ。お金の、お金の話じゃないですよ。やっぱ、なんすか。これ4年間やってたら、これ生放送の配信お金かかるじゃないですか、月額が。結構いい、そうですね、はい、結構いい額払ってますよね、ニコニコに。そうなりますね、お前続けると。そうそう。いや、そんなも思うとね、ようやっとなと思いますよ、自分だから。でまあ、その連続でねできんかった時もありますけど、まあようシェルさんもミカロさんも付き合いましたよね。マスターってとこれスペシャル終わりになっちゃうんですけど、付き合いました。本当にテスラジ終わるもん。うん、お、自分の好きなタイムラインでも宇宙見たことありますよってやったね。ありましたね。やりましたね。まあようね。続けてくれました。続けてくれますわ。まあ、今日の放送終わるんでね、そこは他でもいいのかなと思います。長く続きましたね。まあいろいろやってきたと思うんですけど、そのゲストの方呼んだりだとか、そうですよ。会えたりだとか。最初は毎週ゲスト来てたんですよね。ね。で放送会えたりだとか。そうだよ。ゲスト呼んでて、ゲストのたんびに。
リスナーのこう反応がやっぱ変わりますよね。リスナーの層が変わるっていうんですかね。ああ、そうですね。その方のいる地域のプレイヤーの方とか来られたりしましたね。その人も出るんだったら、自分のツイッターとかでこう拡散お願いしますみたいに言って、なんかそういうのを見てると、おお、なんか嬉しいなっていう感じで。そうですね。1対1の時もあれば、3名いらっしゃったりとか、チーム戦優勝とかになると、いろいろありましたね。そうですね。ああ、今コミュニティで CS の優勝者とかね、呼んでいろいろ聞いてたっていうのもありましたけど、あのコーナー自体いいんですけどね、やっぱ結構ね、毎週誰かにこう、まあなんでしょうね、知らぬ中ではないとは思うんですけど、結構な、何でしょう、毎週転校生が来るじゃないですけど、結構ね、こう、ね、まあ言っちゃあれですけど、負担は大きかったですね、ゲスト呼ぶっていうのは。あ、そうですね、スケジュールの調整とかかなり大変でしたね。やっぱヘビーリスナーからゲストに来るような人だったら、まあ勝手もわかるでしょうけど、やっぱりゲストって呼ばれるぐらいですから、こうおもてなしをねしないといけないわけで、おもてなしですね。まあリスナーとしてはそれこそこの生放送かつ生の声が聞けるっていうので、ねえ、楽しかったっていうのはあるかもしれないですけど、やっぱり自分との兼ね合いがっていうのはありますかね。2ヶ月に1回とかだと面白いんじゃないですか。うん、まあぼちぼちそのゲストを今呼びたくないってわけではないので、その不定期にというかすごいタイミングがあればですね、まあ、例えばシェルさんが今年世界大会出て優勝とかしたら、もうね、お祭りです、お祭りですね。もう、もう視聴、いや自分何を言ってるリスナーにね、世界大会の優勝カード1名プレゼント、やったーみたいな。1枚しかない。来場者も100万とかなんだよ、ね。振り切れちゃう。振り切れちゃう。ボーン。ないないない。あ、そうですね、まあ。やったじゃないですか、放送。あ、それ、プレゼント企画とかもね、やったんですよ、ね。はい。そうですね、はい。まあ、全然できる。環境っていうのはあるんですけどね、やっぱり続けるっていうのを取ると、やっぱりね、やっぱりいかに続けたいですね。またぜひまた呼ばれたいですね。誰だ誰だ、シェルさんか。いや、その自分で。あ、けどいつも呼ばれて、その、いや自分は来とるじゃないですか、いつも。まあいつかね、自分を呼びたいっていうのはありましたけどね。自分を呼ぶ、そうそう、ものすごい台本がかなりいかんですけど。でちょっと今回のテーマにもありましたけど、今優勝者って呼ぶとどうなんですかね、ちょっと旨味が薄くなるとかあるんですかね。どうでしょう、ね、その優勝者を呼んで、まあもちろん優勝したらすごいですけど、もうそのそれこそ次の日曜とかじゃなくても、翌日にはすごい制限が変わるような、環境変わるような大会があるとかだったらね、え、なんか優勝者も、うん、何でしょう、記録に対してのみ聞くしかないみたいな、なんかそんなに なっていくんですかね。で、まあ新制限変わってるけど、まあ最近ちょっと、まあ、前回ですけど、前回はまあいい制限改定してるんで、これからもそう続くことを祈ってます。ただモンキーボード着ぐるみ遊戯王、あのモンキーボード着ぐるみとか、ああいう分かりきってるものはもうやめていただきたい。パワーカードの、あれはあれは、あの別に遊戯王かなりコアなユーザーじゃなくても、なんかやばいみたいな雰囲気、みんな分かりますから。あ、禁止になるまでの期間短かったですね。ユーザーをなめくさるなという、まあ、本放送では言えんかったですけど、結局そこですよね。ちょっとあの環境が煮詰まって、一強っぽくなったらね、一強二強っぽくなったら、なるのは歓迎なんですよ。それは、ある意味想定してなかった環境、リスナー、それはプレイヤーが作り上げた環境、メタが作り上げた環境なんですけど、それはね、着ぐるみ、モンキーボードみたいなものをね、ノーマルで出されちゃったらねっていう部分ありますよね。だから、なかなか動かないですよね。固定されるというか。はい。まあ、どうしても、ね、向こうも商売やろうけ、あれですけど、強いカード出したら、
次の段売るためにはこれより強いカード出さないと売れないんで。でも、うん、おそらくカードゲームの業界もそういう安直な行為をすることはもう終わって、いや環境適正化させるっていうことがやっぱりユーザーがずっとついてくるっていうことに気づいてくれると信じてます。いやちょっと今の遊戯王に関して言ったらちょっときついんじゃないですか。いやシェルさんの考えが悪いとかじゃなくて、今の遊戯王に関しては、はい、20周年とかの映画推しあるじゃないですか。映画推しって、その、まあ、そこはちょっと補正はないですけど、もう出るたんびに、なんすか、なんだこれっていうカードの、それこそ毎週そんなやりとみじゃないだろ。今やったらなんすか、転生の服従とかすか、はい、なんかもう、なんかカードの効果もそうですけど、なんかカードの名前とかも、なんかそれは強そうだなみたいなカードじゃないですか、なんかこう、見た感じ。なんか強い名前が2つ合わさってるところみたいな。はい。調整されてるカードも多いと思いますけどね。まあそうですね。その、全くね、されてないってことはないんですけど、この、なんかもうちょっとできるんじゃないんかなっていうのは出るたんびに思いますね。いや、遊戯王嫌いなわけじゃないですよ。なんかもうちょっと。いやけど、まあ、もう、そのもうちょっとが、結果がそれなんかもしれないんですけどね。やっぱね、コナミさんはすごく高尚なことを考えている可能性がって言ったらいかんですね。高尚なことを考えておられるんで、その辺はね。2、3年ぐらい前から多分、コナミの、なんていうか、テストプレイする社員の方は、の質が多分ものすごい良くなったと思ってるんですよ。おそらくかなり良くなったと思ってます。実際かなり、どういうカード出したらこれやばいっていうのをもう把握できてる感じになってると思うんですよ。かなり。ネタの先まで。まあ、安直に一旦に一度つけるのは逆にやめてほしかったりはするんですけどね。まあそうですね。とりあえずつけときゃいいだろうみたいな。う、は、ん、い。したら聖騎士みたいなデッキが生まれるんですよ。そのテキストいらんよねっていう。で、あと調整じゃない。テストもね、こんだけ頻度高かったら、テスト不足みたいのは否めないんじゃないですかね。不足というよりプレイヤーがやっぱテストしてる人よりも多く発見するんだと思うんですよね。遊戯王ってすごい組み合わせ多いじゃないですか、はい、どんどん知識も蓄積されてて、なんでそう、だからプレイヤーもいっぱいいるじゃないですか、いろんな人が。なんで発見もやっぱ早いから追いつかないと思いますけどね。それはね、やっぱテストプレイヤーよりユーザーの方が人数こもね多いですし、まあ、ぶっちゃけテストプレイヤーより多分ユーザーの方が強い位置が、そのね、知識あるとこもあるでしょうから。僕も最近はちょっとテストプレイヤーの方もかなりすごい、質が上がった感じがあると思いますけど、本当にテトラジを始めた4年前はちょっとテストプレイヤーの方もこれ大丈夫なのみたいな、なんかそんな流れは感じましたけどね、はい。ベータ版とか出せないからちょっと面白いです。なんかそうですね。そういうのをやればいいのに。体験会とかするじゃないですか。あれをこううまいことをやれば、ある意味ベータ版みたいなね。そう体験会ってプロ棋士でやるんですよね。紙のやつで。カード紙ですけど、その体験会を、まあ、かなり早い段階に持ってくるとかして、まあ、体験じゃないですか、文字通り。まあそんな印刷の工程とかあってすぐには間に合うのかもしれないんですけど。いや、本当、はい、やれないんじゃなくて、もったいないと思うことが多いんですよね、見てて。まあ、それはあります。では5枠目終わりますけど。行こうか。ついてこれるか。哲は なんで沈黙してんの、そこ。いやもう哲さん、ミカドさんゴールするじゃないですか。そろそろミカドさんマラソンするんですかね。 42.195 キロ。放送始まってますからね。放送中にマラソン、シェルさん、マラソンしててもうすぐゴールみたいな。シェルさん放送始まっとけ。シェルさん放送始まっとけ。あれですよ、変なことは言ったいからですよ。わかりました。放送自体は始まったんで、いや普通に喋るもいいんですよ。はい。誰か来るんかな。
いや、じゃあ喋っていいですよ、全然。ああ、そうだ。あ、何のマラソンから聞いてる人。あ、今始まってる。始まってる。もうなんかすぐ撮ってみました。はい、わかりました。謎のツイートだけ残すのを続けてます。来ましたって。皆さん、本当よく付き合ってくれますね。今日やばい、いい意味で。皆さん、明日大丈夫ですか？終わるみたいな。フォアユーザーは多分ね、睡眠時間削ってても見ていただける。これ6枠やってるっていうことは、6週じゃねえな。3週分か。3週分徹夜でやってるんですよ。ほぼ1ヶ月。どっかで3週休んでもいいっていう免罪符にもなりますよ。いやまあ、1月から3月休んでましたしね。ライトパルサーありましたね。で、消化しちゃう。コメントでいいの来てますよ、ライトパルサーの話。ライパル。はいはい。あれは何ですか、ね、タイミングが早かったんですか、最初、場合って書かれてたんですよ。あ、いや、出るタイミングが早かったんでしたっけ、その、直せたじゃないですか、結局。ああ、フラゲ情報でまず出たときに、場合って書かれてて、うんぬんみたいな話でしたね、確かに。ああ。カードの内容は変わるで言えば、僕ちょっと一個エピソードがありますね。日川さんがあれですか、あれした話ですか、俺。基本的に僕が何かやらかしてる話。コメントで200枠って書いて、200回スペシャルで200枠放送って何時間だよ。原放送。200枠ってすごい。200枠ってなんだ、100時間バカじゃね。100時間って3日4日普通放送せないかんやつ。スターダストウォーリアー、あ、そんなもあったんすかね。なんか自分が見る前にエラタ買っとったらなんかすごいですよね、それだけ早いサイクルでこう修正かかったんだみたいな。そうですね。あ、三河さんどうぞ、三河さんの泣けるエピソードどうぞ。あ、泣けるエピソード。いや、今なんか言ってないですか、エピソードあるっつって。あれ、放送今始まってるんですか。言ってないですか、それも。すいません。飲んでるんですか。いや、大丈夫です。パブロン飲んで頭いったんじゃないですか。はい。大丈夫。ですね、あれですね、真剣フェニックスブレードってカードあるじゃないですか。真剣フェニックスブレードですか。はい。真剣フェニックスブレード。禁止カード、禁止カードじゃないですか。戦士族に装備するカードなんですけど、はい、神経フェニックスで、あれが出た時って、出る前って、そうですね、クライスブレードに入ってるカードなんですけど、あれって、そうなんですね。なんで、当時の状況、遊戯王を取り巻く環境で言ったら、こういうニコニコ動画もなかったです。ツイッターもないですし、まとめサイトもないっていうところで、V ジャンも、なんか今ほど取り上げられてたかな。まあ時、今ほど情報量がそんなに遊戯王を占める割合が多くないっていうところで、まあ、要するに全然情報がないと、限られたしかないときに、はい、フェニックスブレードの情報が出たんですけど、あれ、はい、最終的なテキストが、確か戦士族装備300アップ墓地から、モンスター2体除外でしたっけ、戦士族2体除外。戦士族2体、はい、だったんですけど、あれ、3回変わりまして、はい、で、まず最初が、何でも装備できたんですよ、確か。やったね。その、フラゲ情報がどんどんなんかこう、変わっていきまして。最初にこういうカードがあったんですよ、と。何でも装備ができて、で、かつ、その、除外がモンスター1体だったかな、っていうところで、はい、俺、これ何回でも戻るじゃん、みたいな、方があったんですよ。で、はい、次が、2個目が確か、攻撃が500アップのものだったかな。で、戦士にだけ装備できるとかだったかな、確か。また変わったんですよ、制約が。で、はい、それでも、なんかこう、フラゲ情報だけで、こう、わーっと、例えば当時言えば、DL オンラインとかで、テキスト情報さえあれば、カード触れたんで、それでいろんなデッキが開発されて、わーって作られてるんですけど、最終的に、世に出たカードが今のテキストっていうところで、こう、はい、なんですかね、その、テストプレイとはちょっと違いますけども、なんかこう、噂が一人歩きしてどんどんテキストが変わっていったっていうカードは、やっぱ昔からありますね。はい。はい、っていう話ですね。なるほど。なるほど。はい、すげえ。いや、すごい。ですね。知らなかった。すげえ。多いですね。
すげえ。しっかり、しっかり、しっかり作ってほしいですね。ライトパルサーとか。自分を前にして真剣フェニックスブレードの話するとはね、やっぱすごいオチがあるんだなと思ってましたけどね。はい。ないっすね。わかりました。まあでも本当、その、遊戯王ってその、中途半端な情報でも、こう、ドワーってその、ユーザーの間で広まったりとかして。そうですね。なんかすごい。聖騎士に喧嘩を売る三原さん、喧嘩売ってるんですか？喧嘩売りましょうか。聖騎士ももう増えない。聖騎士の話はいいっすよ。そうなんだ。マジですね。光の霊道入り聖騎士結構強いですよね。いや組みましたけどね。まあ組んだのことが楽しいですね、遊戯王。はい。オブリスクホースに聖騎士のレシピ上がってた？ちょっと待って。ちょっと待て、それは福岡の方で、いや、それはガチで自分かもしんない。お、自分？いや、わかんないですけど、ん？どれだろう。あ、けどそれあれか、タイムリーじゃなくて結構前ってことですから、ね、いや、ここだけの話、聖騎士のレシピを送ったんですよ。はい。ほう。レシピの内容見や自分が作ったのかどうかは分かりますね。だって聖騎士送るやつとかおらんでしょ。おるんすかね。まあおったら、ね、聖騎士で思い出したんですけど、TCS テスチャンピオンシップ、テスさんが選手として参加することがあったんですね。で、選手で参加して、実際来てもらってる参加者の人たちと実際にデュエルをして交流すると。でも、テスさん負けて、その、ドロップというか、抜けて運営に回るっていうことがですね、実はしょっちゅうあるんですけど、はい、いつだったかな、去年、一昨年ぐらいの TCS の時に、テスさんがですね、その、TCS ブロック分けをしてまして、何ブロックかあるんですけど、テスさんのブロックだけ、聖騎士が、はい、なぜか、その、5人か6人か。会場他のブロックは、全部で8ブロックあったんですけど、当時。はい、他の7ブロックは0人なんですよ、聖騎士。はい、もうなんか、よそだよ。鉄さんのいるブロックだけ、なぜか、もうこれ、参加者の人たちランダムで振り分けてるんですよ。ランダムで分けてるんですけど、なんか5、6人ぐらいいて、なんかもう、すごいなって思う。本当、すごい偶然なんですけど。鉄さん、テスさんのとこだけ、こう。でも参加者の人たちもですね、当日に振り分けてるんですよ、ブロックを。あなたは A、B、C、D みたいな感じで。なのに、テスさんがいる A ブロックだけやったら、やったら聖騎士がいて。偶然ってすごいなと思って。はい。まあ、もしかして。こう、円卓なるでね、対戦卓囲むみたいなね。あると思いますよ。ちょっと福岡って聖騎士好きな方多いのかなと思って、デッキレシピ見たら他のブロック誰一人ないんですけど、テスさんいるブロック、なんか福岡の聖騎士使いが、もう全部テスさんのところに集中して。集結してしのぎを削り合う状態だって。こんなことあるのはね、あわよくばミラーマッチとかしてしまうんじゃないかぐらい。ちょっとあれ面白い。やばい、したくないな。面白い。いや、抱えてねえよ、みたいな。互いにやるしかない。やるしかないっすよ。不毛な争いが始まりますよ。ミラーとか知らないし、みたいな。本当に偶然でしたけど、びっくりしましたね、あれは。いや、最強アルドリウスがこう、お互い並んだら、お互い硬直するんですよね。お互い何もできないから。で、なんかガラティンつけてる方が、攻撃力下がっていって、なんか地味に倒されるみたいな。不毛な戦いです。キシミラー40分以上経ってキソラタン。ものすごく不毛ですよ。ちょっと見てみたいな。何の意味もないですよ、本当に。っていうことがありましたね、懐かしい。なるほど。嘘でも面白い。嘘でも面白い。いやいやいや、本当だって。はい、懐かしい。
それ鉄ラジ関係なくない？鉄ラジ関係ないですけど、あまりにも聖騎士が話題に出るんで、それちょっとファッと。そうですね、ここまで付き合ってくれる方っていうのは、鉄ラジにコアなリスナープラス、まあ、鉄にもコアなリスナーっていうね、もう本当下手なこと言えないですよね、これ。でも、なんか聖騎士イコール鉄ラジ、鉄ラジイコール聖騎士とか。その、最初の方のね、鉄ラジ、最初っていうわけでもないか、中盤ぐらいか、その、やっぱ聖騎士使い始めては、三河さんも言ってたけど、その選択肢にね、聖騎士が並んだりして、ね、こう。いや、OCG の公式ツイッター見たんですけどね、だいぶ前かな。どこだ？あ、遊戯王を聖騎士で探したらいいんかな。いや、ぜひともそのレシピ見てみたい。誰だ？鉄検索中。結構前ですかね。最近、あ、これか。5月6日。これは、これは、鉄さんか？鉄さんなんですか？ああ。あ、これ、多分、ジュース。ほう。え、なんで？オベリスクロスなんですか、鉄さん。あ、てかこれ、あんま言ったらいかんですよね。まさに裏鉄ラジ。じゃあ、裏鉄だしたか何でも言ってください、そこは。言ってない。どうしたんですか。けど、これ、あれっすね、使ったことを言ってくれへんだ。いや、アランさん、もしかしたらすごい似てるのが1枚ぐらい違うかもしれない。あのね、決定的な証拠じゃないですけど、この解説の文がついてるんですよね。はい。この解説文多分自分が送ったメールのやつと一緒っすよ。ああ。あちゃー。ってことは、鉄さんオベリスクホースってことですかね。赤いんですけどね。そうっすね。赤いのに青い。なんなら僕の方が青いっすもんね。自分オベリスクホース。これ絶対あれでしょ。何これ。いやいやまあいや、その、そういう意図をして送ったやつなんでいいんですけどね。あ、なるほど。あ、皆さん、あの、あんま表で言ったらいかんすよ。お、裏っぽくなってきましたよ。自分が送ったメールの一文にですね、クリバンデットの効果で、自分メールの方今読んでますよ。クリバンデットの効果で聖剣カードと聖騎士モルドレッド、そして聖騎士伝説の終幕がめくれると、クリバンデットの1枚の効果で墓地に聖騎士カードと聖剣カードが揃ったことになり、すぐに聖騎士伝説の終幕の発動条件を満たすことができますと。で、月の書で裏返しにした相手モンスターは聖騎士モルドレッド召喚うんたらかんたらっちゅうのをメール送ったんですよ。はい、おっぱっぴーへえ、使ってくれたんだけど嬉しいな。それはそれで嬉しいな。そういうこともあるんですね。皆さん本当に言わないでくださいね。けど多分送ったことを言わないでとは、メールには書いてなかったと思います。そのこういうのを募集してますっていうことで送られたやつなんで。それに、ああ、そうか。すげえ、すげえっすよね、ほんと。送った自分が驚いてます。うわ。あ、リスナーの方、はい。聖騎士以外になんか注目してるデッキってあるんですか？それ言えないです。お、ああ。バスターブレーダーとか言えないですよ。絶対言えない。絶対言えない。剣だった。サイレントソードマンが出ますね。剣といえば。もういい、ついていけないっす。ついていけません。まあ、剣とか戦士とか光属性ですか。やっぱそれを選びはしますけどね。もうやべえ、もうちょっとこの、デッキレシピの話が出てちょっと頭が。
本当に採用されてると。こういうそのデッキレシピの紹介みたいなものを最近ラジオでできてないんでやっていきたいですね。だからデッキレシピの鮮度っていうので本当難しいですよね。そのなんかこれ見て、ね、よっしゃ週末で使おうっていうよりは、ああこんなことがあったんだみたいな。そうですね、うん、来週来週シェイさん終わり終わりじゃないですよ。終わりじゃないですよね。はい、来週もね、201回放送はもちろん。来週の話しようけど終わりじゃないですか終わりじゃないですよ。いや、はい、でもね、なんでしょう、このやっぱ200回放送はやっぱりね、まあ、てつさん、やっぱりね、ここまでこの遊戯王というラジオ番組で200回放送はこのニコニコでもね唯一なので続けてほしいかなと思います。じゃあ一応言っときますけど、はい、あと13分ありますよ。はい、あと13分なんかもうあと1分ぐらいの発言をしてますけど、その辺はあと、うん、いやそうですねあとやっぱりまああとは、まあ、この裏手ずらじということで力抜いてリスナーさんの方ちょっとねどうも違う日が変わったじゃないですか。今よう見たらリスナーさんの方も、テツラジ終わった後に、こんな枠が常に発生してるんですよ。放送がなく。そうですよね。そんな常にあるみたいに言ったらいかんすよ。みんな見に来るから。いや、ずっとこうリロードをしてるみたいな。放送自体はやってないんですけども、結局、3人で、いろいろ話して、結局、5枠目ぐらい。3枠目で、2枠目で終わりなのに、5枠目みたいな。シェイさん、コメント来てますよ。はい、コメントお願いします。エアトークみたいな。シェルさんの DD はヘルアーマー入れてるやつですか？コペルとか入ってるやつですか？あれですね、ランク8なのか、そうじゃないのかってことですね。ああ、そうですね。ランク8ではないですね。うんうんうん。はい。何言ってんだいやでもどちらも回してますし、結構 DD に関してはかなり今はけどシェイさんランク8入れなブルーアイズ出せないですよ。そうですね、ブルーアイズブラックマジシャン DD でしょどんなデッキだシェイさんが作るようなね、なんか番組前言ってましたよね。カオスマックスが入るんですかね。はいはい、まあでもね、最近はまあ結構環境固まってるので。ミカロさんはミカロデッキ持ってないんですかってコメント流れました。実はですね、はい、持ってるんですよ。まあ、使わな！こういう嘘すぐつくんでね。実は持ってます。皆さん、ザボルグだけ入れたデッキはミカロデッキじゃないですよ。それザボルグデッキですね。いやそうですね。ITL がすごく強いですね。ミカロさんは何手なんですか？ミカロで言うと。何手？何てでしょうね。一番弱いやつじゃないですか。一番弱い、地底。地底が弱いですか。地底はそうですね。もう出たときびっくりしたんですけど。グランマーク。裏やったら何でも割れるんでしょ。いや、そうですね。モンスターも。強くないですか。いや、当時は、リクルーターがまだいたので、そう、もうキラー頭とかボンボコ殺してます。じゃあ、グランマークじゃないじゃないですか。もうザボルグとか、だと、あいつレベル5なんですよね。他レベル6なん。開地してるし、地底です。地底。ありがとうございます。まあそういうね、そういう嘘すぐつくんで。闇の五風剣。いや、まあ闇の五風剣は、バカにできなくなったけど、もうなんかね、あれですけど。闇の五風剣で裏返して破壊。まあそれはね、すべての味方に言えちゃうかもしれないけど。ザボルグとかは自分しかいないと、自滅しちゃうっていう、ちょっとうっかりなところがあるの。じゃあ、ミカさんザボルグにしましょうか。なんでや。うっかりすぎるでしょ。うっかり、初回、あー、ミスったみたいな、ボーン。そうですね、いやー。どうしよう。
ちょっとパーソナリティが疲れてきたんでね、リスナーの方からボンボンあと10分投げてもらって6枠で締めましょう。6枠で6枠で今日締めましょう。さあリスナーの皆さん、なんかご質問があればどうぞ。ここまで残った30名の方々、いや本当ありがとうございます。30名の方々にはね、ミカロさんから何かあげたい。ミカロさんから何かあげたい。日本語おかしいでしょ。ミカロさんから何かあげたい。その出どころここそこはね、もうパーソナリティを代表してミカロさんが切腹してね、ご来店ですからね。ご来店は切腹しても効果が出る指定じゃないじゃあ全国から買い占めたフレッシャーをってじゃあセルさんじゃあそれはセルさんになるかセルさんはあの買い占めのシェルって言われてますからね。なんか強いカードが出るたびにもう全部買い占めるっていうね。全部買い占める、ブレイクする買い占めろ、困った癖が。いや6枠で締めましょう。もうこれ7枠やっても多分内容がないトークがずっと続きますよ。これ実は寝てたら面白いですね。まあこれ三河さん録音してるやつ流してますから。やばいでしょ。すごいね。すごい。まあ、まあ、合いすぎです。ペッパーがすごいわ。どんだけ、どんだけうまい返しを、あの、この録音に合わせてるんだみたいな。最初はノータイムで成立させてるってすごい。そらもうね、台本書きまくってね、もう。台本200回は力入れすぎでしょ、それ。いやー、200回でね、特別なことやりたかったんですよね、ほんと。いや、三河さんがね、あんなもうね、ことになってしまうとは、ね。死んだみたいな言い方。今日も200回で終わるんじゃないですか。今日で手伝いで終わるんじゃないですか。すごい。ね、次は300、400。次枠ですか。もういいんじゃないですか。枠じゃね。お300。これは、ちょっとボディって流れたの、これ多分知ってる人がいるな。もし次枠があるなら、BF について語ります。BF について。急すぎでしょ。ボディってこれ何でしたっけ、あの、なんか東北でデビルフランケン使ってる方が、なんかライフ払うとき。お、なんで知ってるんですか、それ。そんな話聞きました。噂ですけど。噂どころがもうマジ話ですよ、それ。すごいです。それ、いつかのために取っとったのに、ね、ミカロさんのせいでバレた。ああ、まあ裏ですからね。もうミカロさん切腹。裏方式。なんで切腹をしないといけないのか。もうミカロさんの住所とか貼りますね、ここに。バラ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 。捕まるのはあなたですよ。いや、テスさん、ミカロさんの口座番号。そっち行っちゃいます裏手じゃないですもん、ね。じゃあ、行っちゃいますか。はい、お願いします。ミカさん、これ裏口座、裏口座なんで、ミカさんバレてもミカさんが捕まるみたいな。気が狂ってる、こっち。いやね、こうね。配布なんあくまでも配布。配布。口座から配布という。事前活動。ボランティア。僕の人の発言ではない。頭がおかしい。こうだいぶ疲れてきてね、こう内容がない発言が続いてるでしょ。ぐるいの境地に達してます。そうですね、30人の方、本当6枠まで使ってくれてね、本当、すげえ。すごい。本当、三河さんからあげます、なんか。あの日本語がおかしいことに早く気づいてほしい。一刻も早く。アークファイブ。あ、後ろ。あ、そうですね。アークファイブ。どんどん発言が適当になってくる。そうですね。あ、でも早かったですね。ゼアルからアークファイブに。先週、ゼアルでしたもんね。後ろの背景のマット。マックか。ああ、そうですね。いや、一応ですよ。これ、赤いじゃないですか、はい。熊本地震があった次の放送から黒に変えたんですよ。ああ。本当はこれ使いたいですよ。やっぱアークファイブだから。けど、はい、まあ、一応っていう言い方がちょっとあれなんですけど、その、藻に服そうということで、黒に変えたんですよ。ああ、参加者の方にそれが伝わるのかと。いや、三沢さん以外全員伝わってますよ。何を言ってるの？何勘違いしてるんですか？アークファイブ。でもアークファイブの赤いのすごい色が映えていいですね。やっぱゼアルも好きですけど。やっぱ誰か意識してるんですかね。いや、それはないですね。もちろん分かってましたし、あなたには三沢さんから座布団1枚。いやー、そうですね。まあまあまあ、いいっすね。テーブルマット。このテーブルマット販売してくれないですかね。
これもあんま見せたらいかんのですよ。そうでしょ。そりゃそうでしょ。これはもう公認店に配布してるもん。まあある意味公認。まあある意味。あれ一時期やってましたよ、公認大会を。ん？今話題の人じゃないですけど、はい、こう遊戯王のルール的な、まあ抜け穴じゃないですけど、まあ、抜け穴じゃないですよ、別にやっていいこととしてなんですけど、公認店舗が大会をやるときっていうのは、はい、なんていうのかな、あくまで運営が公認であることっていうのがポイントやったんですよ。今はどういう規定になってるかわかんないですけど、どういう規定になってるかわからないというか、そこら辺も明確にされてると思うんですけど、だっけ、まあ、例えばですよ、ミカドショップってあるとするじゃないですか、カードショップミカド、はい、全部タダとかあるじゃないですか、そういう店があるとするじゃないですか。そんな店成り立たで、それが今でいうフレンドショップ公認店だとしたら、ミカドさんが公認大会をやるときに、そのショップの中でやるのはまあ普通ですよね、うん、はい、でそのあくまでその なんていうのかな、厳密にその例えばミカドさんのそのショップの中でどこでやってもいいわけじゃないですか。ああ別に自分の DSBS ここやし、人数が多ければ椅子出してやるしとか、まあそれは千差万別にいろいろあるじゃないですか。で、はい、そこからもっと派生して他の会場でやってもいいわけですよ。いや 今例えば50人のデュエルスペースしかないけど、今日ミカドさんがもう全部商品出すから1万人来たと、1万人入んないじゃないですか、はい、納得してくださいねそこね。続けてください。したら他の、まあ、会場に隣接する公民館が、まあ、公民館に1万入らんでしょうけどとかでやるのも、うんうん、まあまあ、グレーゾーンという言い方になるかもしれませんけど、まあそれも認められたんですよ。あで今度そこから派生すると、まあ正直どこでやってもいいと、大会を。ああ確かに店の外にテント張ってやってる、うん、そうんでそれがもうすごく飛躍して、自分がその懇意にしている公認大会をかなり店から離れたとこでやったことはありましたよ。ああはい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 、なるほどですね、うん、っていうのがまあカードショップミカドの話ですね。ミカド全部ただ毎日僕のストレッチを着て、しかも大会は自宅でやると、どういうことだなこれ。毎週1万人来るんでしょ、やばいっすよ。毎週1万すごいっすね、新聞に載る。でシェルさん寝たみたいな。起きてんな。じゃシェルさんもう閉めましょう。もうほんとアホな話しかしてないっすよ。アホな話しかしてないっすよ。考察が始まる。公認大会の話しましょう。考察が始まる、こっから。考察旋風の話ですか、旋風 BF の話ですか。はい、現状の BF の立ち回り。いいでっき。それ繁盛するわ。どういうこと。鉄遊戯王チャンネル、まあ、4枠目で実際締めてるんですけど、6枠目までやらせていただきました、はい、もうやらないっすよ。もう寝ましょう。今後の抱負をぜひ最後に、今後の鉄ラジの抱負を。もう300となるとかなり年数かかっちゃうんで、やっぱり目下は年末ですね、年末の TCS で頑張りましょう。はい。はい。はい。あと、ミカドさん、カードショップ、ミカドを頑張りましょう。そうですね。ぜひとも。遊戯王チャンネル。カードショップ、ミカドをお願いします。カードショップ、ミカドで。その時のコーナー、じゃあ皆さん、はい、来週も、木曜日9時からお会いしましょう。ありがとうございました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。